さあ日は陰ってまいりましたが、まだまだ気温の高い岡崎市でございまする。皆様こんにちは。本日は第25回日本フットボールリーグ第19節 FC マリアス岡崎対ラインメール青森、こちらの試合の模様をこちら YouTube チャンネルにて熱くお届けいたしまする。ということでまずは自己紹介からさせていただきまする。本日実況を務めさせていただきまするはこの岡崎市の武将隊グレート家康公青い武将隊の井伊直政にございまする。さあそして解説にはこのお二人にお越しいただいております。自己紹介お願いいたします。はい、船谷圭介です。お久しぶりです。よろしくお願いします。そして平です。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。あの平井殿のマイクそちらでございます。ねえ、そうなんです。よろしくお願いいたします。そう、この3名が揃って YouTube 配信をするのは昨年の7月のFC 大阪戦ぶり。1年経ってるやん。1年以上経ってます。そうなんです。大丈夫ですか？いや大丈夫ですかはお二人にもそのままお返ししたいんですけれども、不安です。不安、ちょっと本番始まっとるもんで、はい、不安っていう言葉もそのまま出されちゃうと、はい、まあでもですよ、やはりこの FC マリアス岡崎のもうレジェンドともいえるお二人でございまするゆえに、どこがすかまあまあ謙遜していただけるのはありがたいことでございまするが、しかしですよ、このお二人とともにこの本日の試合の模様を、ね、熱くお届けしたいなと思うわけでございます。さあピッチの方にね、目を戻してまいりますと、やはり戦前の戦前ですね。戦前でございますよ。好きやな、そうやっぱもう戦国フレーズそうですよ、もう戦前侍たちは刀を研ぎ、うん、鎧を磨き、はい、の矢羽を整えて。どれが鎧の、ちょっとでも相手に背後向けてますけど大丈夫ですか？いやまだいいんです、まだ始まっとらんもんですから。いいっすね。戦の前っていうのはそういうもんでございまする。後ろからバン行かれないですかね。うん、そんなことするものおるいきなり背中の傷は武士の恥です。ゾロが言ってたワンピースネタ入れてくるんですね。もう戦国でもなく、ね、そうなんですね。今は、選手の皆様、それぞれ鍛錬をして、今か今かと戦の始まりを待っておるわけでございまするが、はい、いやーなんちゅうかこんだけ久しぶりだとちょっとよそよそしくなりません？大丈夫です？なります。なります。ちょっとやめてください。なりますっていうかなってます。なってますよね、はい、なんかそんな感じいたしました、はい、うん、大丈夫かなって思って、ね、大丈夫です？わからないいやもう和気あいあいとやりましょう、やりましょう、とにかくもの、はい、わしらもこの試合を楽しむと、はい、楽しみですね本当に。ね、平井でも大丈夫ですか？大丈夫ですよ、もう、はい、確かに平井とのはもうね昨年からずっと同じ感じで来てくださいますので安心感もちょっとございます。あるかこれ今日はちょっとあの集中していきます。いやいや、いいんですよ、いつもの感じで。以前ちょっと怒られたので。なんかあったんですか？ちょっとなんかちょっといろいろあった。そういえばわし、その7月の配信の後、11月にもう一回会った時、わし行けなかったんですけど。そうそう、はい、大丈夫でしたか？あ、なんかよく覚えてないですね。大丈夫だったかな。それだけこの熱中をしておられたということで、はい、よろしいですよね。はい、いやもうね、配信もちょっと見させていただきましたけども、すごく楽しかったです。こんな感じでお送りいたしますので、皆様ね、もちろんそのサッカーの試合を楽しんでいただくことはもちろんでございまするが、はい、お二人ならではの視点でのお話なんかも楽しみながら、こたびの試合を、ご覧いただければと思います。さあではもう早速スターティングメンバー、はい、発表させていただいてよろしいですかな？どうしますあれ行きましょうってならないですね。行きましょう行きましょういいですかね。それでは、発表させていただきます。まず、アウェー側、ラインメール青森でございまするが、ゴールキーパー広末、ディフェンダー多々良、岸田、長倉、ミッドフィールダー、引間、岩間、佐久間俊輝、吉田雅也、山口和樹、船山隆之、6枚ということでございますかな。そして、前線ワントップに木戸航基、以上の11名となっております。361という中盤が非常に厚い、布陣となっておるんですが、はい、これはもう戦略的にはどういったこの意図というか感じられますかの、まあ、始まってないから何とも言えないんですけど。何とも言えないですね。確かにそれはそうじゃん。わしの質問が悪かった、まあ、ボール握りたいんじゃないですかね。あ、中盤で回して回して、うん、ボールを手触って握ってダメですか、ね、でその握りじゃないよおーおーおー、いいですね。
来ました、平井節が、平井節がこれが聞けると今日は大丈夫だという握るってボールをも何保持することね、保持すると、ね、足で、もちろん足で、ね、プロサッカー選手の言葉とは思えんかったけど、いやびっくりしました、しました握るっていうのがなんか、ね、まあ、その確かに分かりにくいか、中盤でボールをしっかり回しつつ、そうですね、視聴者にはちょっと分かりづらいな視聴者じゃないか、視聴者か、視聴者の方の方が知ってるかもしれませんそれは知っとると思います、はい、はい、そして、リザーブメンバーでございます、1番の三文字類、隅永茂田、三文字、三文字類でございます、うん、三文字、こたび今シーズン、新加入の選手でございますね、三文字類のゴールキーパーでございます、そして、9番茂田、11番小畑純平、24番青木義隆、そして39番ビニシウス、そして49番のクルーニー、こちらのお二人、異国の選手でございまするか、はい、なんか大きい人おるっすよ、そうなんです、大きい選手おったんで、今年の7月に新加入いたしましたお二人でございまして、この左利きっすね、しかもそうなんです、このクルーニーの49番クルーニー選手は、はい、コスタリカから、ワンチョペの分からんて、分からんですけど、分からんすか、今のわし分からんかったです、ワンチョペ分かんないですか、分からんか、なんて言うんですかそれ、レジ選手、選手の名前です、ワンチョペ、ワンチョペ知らないですね、わし存じ上げないです、まあ、コスタリカでしたっけ、コスタリカやった気がするな、だいぶ前の話なんで、はい、違うか、場所も勉強いたします、今の話じゃないです、あ、今の話ではない、はい、このクルーニー選手がなんと身長193センチ、大きいですよね、ここから見てても非常に大きい選手でございまして、はい、やはりこのセットプレーであったりとか、うん、空中戦非常に警戒が必要な選手ではないかと思われるわけでございますので、はい、このあたりも注目かなと思います、はい、さあそして、対する、ホーム FC マリアス岡崎、こちらの、スターティングメンバーでございまするが、キーパーはキャプテン角井栄太郎、そしてディフェンダー徳武正幸、岡部匠、内田健太、中盤には西村仁、渡辺修斗、小栗和也、武田夏樹、そして前線には、原幸太郎、水谷祐希、林祐希、以上11名ということで 3-4-3 の布陣となっております。あ、3バックの、3バックで中盤が4枚、そして前線にも3枚という形になっております。3、うん、バックの予想なんですね。そういうことでございますな。3バック予想というふうになっております、うんうん、左側のこの内田選手に至っては、はい、あのフリーキックが得意という情報を入っておりまして、はい、試合の方でも実際にフリーキックで失点を決めておるというところで、はい、こちらもちょっと期待したいなと思うわけでございます、はい、僕と同じ三重県出身なんで、あ、同郷のお方で、はい、それでございます。顔なじみでございます、はい、顔なじみ、はい、僕は昔ウッチーと喧嘩してるんだ。喧嘩してるんだ、はい、試合中に、試合中何があったんですか、はい、それは言い合いしたんだよ。あ、実際のあの愛媛 FC の時にですか、富山の時かな、もっと前に富山にいた時かな、あのウッチーが喧嘩があったんですね、はい、まあでも試合中起きるその熱が入ってのことはございません。この前でも喋ったらそれを覚えてました。あ、喧嘩したことを、はい、戦ですね、はい、まあ、その戦は起きない方がいいんですけどね、本当はね、謝ってきてくれました。あ、それまでもう過去のことは水に流してと、よかったですそれは。じゃあ、フェアな気持ちで見られるということですね、はい、よかったです、よかったです。さあそしてリザーブメンバーでございますが、ゴールキーパー北川空、そして、細見武文、前田博樹、坂本正樹、加藤隼人、村瀬雄介、そしてンダウターラ、うん、帰ってきました。うん、ダウターラ選手、はい、ね、昨シーズンも、横浜 F マリノスの方から期限付き移籍でお越しでございましたが、はい、一度帰られた後、はい、FC 大阪の方に移籍をされて、再びこの FC マリノス岡崎に来てくださったというところで、はい、やはり昨年、まあ、一緒に戦っておるというところで言えば、ある程度このやりやすいところもござるんですかね、感覚といたしては。どっちがすか、ターラ選手が、そうです、タラちゃんの方が、まあ、もちろん監督も変わってないですし、ええ、コーチ陣も一緒なんで、まあ、すんなり入れるとは思いますし、はい、やっぱりいい場面で点取ってるイメージがあるんで、ね、そうなんですよ、楽しみですね。前節のコーチユナイテッド FC 戦、こちら、まあ、1対2で敗戦はいたしておるんですが、うん、早速このダウターラ選手が、点を決めておるというところでございますので、うん、こたびも得点、まあ、途中交代があってあるかどうか分かりませんが、はい、得点に期待をしたいなと思いますね。期待したいですね。さあ、本日ですな、この FC マリノス岡崎の YouTube チャンネルにて配信をいたしておりまする、チャットにて質問なんか、この
わしには特にないと思うんですけれども。あるでしょう。ないでしょう。なんであなたここにいるんですかぐらいでしょ。そんな鎧着てんすかみたいな。ね、このもう近くで見れば分かると思いますけども、汗ダーダーですから。なんか髪伸びてませんかとか。よう覚えてらっしゃるね。だとすれば。そう、もうやはりね、今年は大河ドラマなんかも放送中でございまして、徳川家康公非常に注目されておりますので。E さんと見つかるこれ真田幸村。違います。色的違います。いい直政です。違うんですか。いい直政です。真田幸村の衣装じゃないですかそれ。いや赤備えはそうなんですけども、わしが先に来てますので。あ、そういうことですね。幸村はわしを真似してます。何の話しとるんですか。俺もわからんて。そうでした。歴史に疎い船谷殿でしたので。はい。はいはい、質問なんかもね募集いたしておりますので、もし、試合中であっても聞きたいことがございますれば、どしどしチャットの方にてコメントをお寄せくださりませ。さあ、あと20分ほどで試合が開始と相なりまする、うん、今シーズンですよ、この両チーム両方と もう10人以上新しい選手を、投入いたしまして、もうガラッとその内容も変わっておるかなと思うんですけれども、まあ、FC マリアス岡崎に関しまして注目したい選手とかいらっしゃいますかの。いますよ。お、どなたでございますか。僕は誰かな。今選んでますね。え、今選んでますね。今選ぶんじゃないんですか。いや、それでもいいですけども、ね、やはりご存知の選手もいらっしゃるかもしれないので、あれですね、マリアスの方だと、スタメンに復帰してる角井選手。あ、キャプテンの、うん、そうですな。この数節北川空、はい、こたび、リザーブに入っております北川空がずっとね、はい、スターティングメンバーでしたけども、やはりキャプテンというところでも、はい、やっぱりもう昨シーズンも非常に多くの活躍、はい、アシストなんかもされておりますから、そうですね、そのあたりもやはりこたび注目したいとしたいですね。いやー、ぜひともね活躍していただきたいと思います。平井殿、はい、注目の選手いらっしゃいますかの。まあ、久しぶりのスタメン武田夏樹ですかね。あ、好きやな、はい、左サイド好きやな。こたびは結構高い位置での、そうですね、はい、ね、入っておりますけども、やはりこう駆け上がっての、そうですね、上下動ができるんで、はい、まあ、そこでどんだけ対戦相手の右サイドに人を抑えれるかですね。なるほどなるほど、もう得点の軸になれるような選手でもございますからの、はい、ぜひここは期待をしたいなと、はい、何回ミスするか数えておきます。なんでミスの数数えるんですか。アシストみたいよね。それ終わってアシストみたいですか。アシストみたいよ、そろそろ竹谷選手の情報欲しいですか。じゃあ欲しいね。何の話です。竹谷選手今多分マリアス来て何年かな、4年、ほう、3年か4年、ええ、で大学の時立正大学で、ええ、4年生の時に関東リーグ一部アシストランキング2位なんですよ。さようで、はい、でマリアス来ても多分4年か3年なんですけどアシストゼロです。何の情報今日見れます。なんで言ったんですかそれ。今日見れる、今日そのアシストを見られる、はい、これは期待でございますよ。3番の武田夏樹選手のアシスト、こちらをぜひとも注目していただきたい。でもそれだけアシストに非常に定評がある選手であることに間違いないわけですもんね。そうですね、昨年に引き続きましてなんかミスを期待している方に聞こえましたけども、平井殿に関しては。ミスの数数える、ミスを数えて終わってから本人に伝えるという、いや、嫌な方ですね。いや、それで成長を促す。あ、なるほど、叱咤激励、叱咤激励、なるほどなるほど、あなたのミスを数えましょうということですね。はい、ということでですな、本日音声さんやや笑いっすよ、ね、微笑っす、微笑、微笑でしたね。でも2人がちゃんと反応したもんに、ね、びっくりしました。同時にえって言ったもんですから、世代なんで、世代、ね、わし別に世代でも何でもないんですけど、そうなんですか。そのより400年も前の人間なので、まあ、それはそこで受けてたんですね、多分ね。大爆笑やったんやろ、ね、そこでは多分、400年前であればもうみんな腹抱えて笑ってます、ね、嘘です、嘘です。ああ、こんな感じです。こたびもこの3名にてこの試合の模様をお送りいたしますので、ぜひとも温かくお見守りくださいませ。さあ、まあですね、試合の、スポンサーは明治安田生命殿なんですが、こちら配信の方はですな、東海東京証券殿、こちらの、協賛にて、配信をいたしておりまする。誠にありがとうございます。さあ、ちょっと暑いですね今日も。暑いですな今日、非常に気温が、先ほどまでは割とこの日差しも強く差しておって暑いなって誰もが感じるところでございましたが、今は
雲も少し出てきまして無風ですね。微風が吹いてます。無風じゃないですか。どうでしょう、上の方ではね微風か。あれわしらは微風感じてますけども、はい、旗は一歩もちょっと揺れてますね。旗旗ね、ピッチの奥にございまする旗わずかに揺れておる程度ということでございますので、下のピッチの方はあまり風も感じられない非常に暑い空間になっておるのかのかと思いますので、選手の皆様は、そちらも、ね、気をつけていただきながら戦っていただきたいなと思うところでございます。さあ本当に暑いですな、イーさんは暑いよね。ね、わしらの甲冑はですな、これ紙甲冑でございまして、金属ではないもんですから軽量は軽量なんですけれども暑いに変わりはないと、うん、脱ぎましょう脱いだらね、脱いだら赤い服着たお兄さんなんですよ。あ、よくないですね、うん、そうなんです、うん、もう武将隊って言っとるくせに赤い服着たお兄さんがなんか喋り始めたみたいになっちゃいますので、これはちゃんとつけさせていただきます。まあ途中からはねわしの姿映らないと思いますので、うん、今だけですね、我慢する今だけ。いや脱ぎませんよ、別に脱ぐわけではないです。脱ぐんかい。脱がんです、最後まで突き通させていただきます。はい、さあ、歌舞きますね。それ試合の話しますね。歌舞きますね、さすがに試合の話しますよ。よろしいですか。しましょうよ。こたびですよ、うん、この LINE メール青森、まあ、実は昨年の、はい、私らこの3人での配信初回がまさにこの LINE メール青森戦だったんですが、あ、覚えてないですね全然覚えとらん全然覚えとらん。そうなんですか。そうです、さようにござる、はいはい、このまさにこの歴代で初 FC マリアス岡崎がライメール青森に勝利をした試合の配信も我々行っておったんでございます。へーじゃないですよ、一緒にいたんです、一緒にいたんですよ、ね、お二人も一緒に知らん人多いって、へー、うん、これなんか昔あったんですよ。本当です、見とった方はね、覚えとる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんじゃけども、ライメール青森戦がまさにこの1回目の放送だったわけです、うん、あ、じゃあいいっすね。何かでしょう、勝ったんですよね。勝ったんです、はい、あ、だ演技がええってことです。その時スコアは1対0でございます。誰のゴールですか。ね、ちょっと待ってくださいよ。うわー、こういうの来ましたね。いやいや、覚え出しましょう、思い出しましょう、これ思い出しましょうか。ちゃんとね残ってるはずなんですよ。あ、そういうことですね。うん、残ってなかったですね残っておらなかったですねでもですよ、勝ったんです、うん、はい、そう、その勝利の試合でございました。非常に重要な試合だったんです。こたびもそれは変わらず、うん、はい、実は、うん、今ラインメール青森が、JFL3 位、はい、そして FC マリアス岡崎5位となっておるんですが、はい、この、勝ち点差が3なんです。うーん、はい、つまりこたびマリアス FC マリアス岡崎が勝利をいたせば、うん、順位が大きく変動するということなんですよ。しかも、この得失点差でございますなが、FC マリアスがプラス3、うん、でラインメール青森がプラス5ということで、はい、FC マリアス岡崎が2点以上の差をつけて、勝利をいたせば今のラインメール青森との第3位にまで上がれる可能性があるというわけなんです。非常に大一番、うん、逆に言えばですよ。逆に言うんですか。逆に言うんですけども、はい、さらにここから下の、順位の方を見ていただきますと、うん、クリアス、レイラック滋賀であったりとかベルスパ大分であったりとかが、うん、もう全く同じ勝ち点24、はい、そして、ブリオベッカ 浦安であったりとかビアティ三重、そしてティアモ枚方、この辺りも23-22ともう1試合分の差しかないというところで、うん、この試合詰まってるんですね。そうなんです。逆を言えば、逆を言えば、はい、つまりこのリーグ内中盤あたりが非常に接戦状態であるというところで、一つでも試合を落としてしまえば順位もう一気に10位まで落ちる可能性まであるというところで、こたび負けられないんです。しびれますね。しびれますでしょう。しびれますでしょう。ずっともうニュートラルにちゃんと言ってくださいますけども、ありがとうございます。なんかニュートラル、しびれますねって。いやもうニュートラルなんすか、非常にもう何にでも反応してくださる船谷殿がいらっしゃって安心しております。はい、いうことで、はい、非常にこたび重要な一戦であるというわけなんです、はい、だからそのあたりももう勝利にしっかりこだわっていきたいというところでございまして、まあ、この FC マリアス岡崎今シーズン入ってから非常に得点力も高いなという印象もあるんですよ。もうすでに24点得点をいたしておるというところで、はい、もう一番得点を取っているところで言えば塩谷仁選手が5得点であったりとか、
前田浩樹選手ももう4得点を挙げておるというところで、はい、非常に得点力の高い選手もおりまして、見てると、はい、ラインメールの失点12です。少ないね。多分今そうなんです17試合やってるんで、ラインメール青森得点自体は17点とさほど多くはないんですが、失点も少ないとということはですね、ゆえにリーグ内では非常に守りの堅いチームであるというわけなんですが、そこから2点以上の差をつけられるかどうかというところが非常に鍵になる。守備が強いってことやね。守備強いんです。12点という失点は本にもうリーグ内でも最小に近いぐらいの、失点数でございますので、このあたりの守りをどうやって崩していくのか、ここも注目していただきたいなと思います。さあここで、本試合のスポンサーの方をご紹介させていただきます。医療法人木南社富田病院、ハウスメイト、株式会社日東建設、明治安田生命、丸安工業、ANA、ホットスタッフ、東海東京証券、アスレタ、三鴨鍼灸接骨院、東海機械、以上各社の提供にてお送りいたします。さああと10分ほどで試合開始となります。会場にお越しの皆様ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんからな、ぜひ水分補給や塩分補給していただきまして、気をつけて、試合の方お楽しみくださりませ。私も汗拭きながら頑張ります。頑張りましょう頑張りましょうはい、ありがとうございます。あ、チャットもうお話楽しいですって言ってくださってます。ほらよかった、誹謗中傷じゃなくて気にしてたんかい。何かトラウマでもあるんですか。気にしてたんかい。ちょっと平井のよかった、よかったよかった言ってます、まあ、誹謗中傷というのもある意味その先ほどの武田殿に対する平井殿と同じで叱咤激励、そういうことですね。じゃあどんどん来てもらっていいですね。ええ、それもありきで倍返し、大丈夫です。平井殿強いメンタルをお持ちですので、はい、きっと大丈夫ですこれそうと思います。第25回日本フットボールリーグ、そろそろ選手の入場というところでございますかな。審判団並びに両チーム選手の入場です、うん、さあ選手が入場してまいりました。第25回日本フットボールリーグ第19節 FC マリアス岡崎対ラインメール青森、今選手たちの入場でございます。画面上向かって左手側、フィールドプレイヤー赤、ゴールキーパー青のユニフォーム FC マリアス岡崎、向かって右側、フィールドプレイヤー白、ゴールキーパー黄色のユニフォームがラインメール青森でございます。さあラインメール青森は見ておっても、はい、高身長の選手非常に多いですな。そうですね、170センチ台後半の選手がかなり大半を占めておりまして、はいはい、特に後方であったりとか、はい、ディフェンス陣でございますね、はい、ディフェンス陣は170センチ台後半非常に多いというところで、はい、このあたりも、守りが固いゆえんであるのではないかと思いますから、このあたりをどう切り崩していくかというところも注目でございますし、対してその FC マリアス岡崎の方は身長こそ高くはないのですが、やはりパスサッカーであったりとか攻めるサッカーというのが非常に特徴としてございますので、こういった部分こたび回そうとしておるラインメール青森に対してどこまでパスで通用するかというのも注目したい点ではございますね。拍手をお願いいたします。さあ今、ピッチ上にはですね、キックインセレモニーが行われようとしておりまする。この度キックイン、してくださるのが明治安田生命の、キャラクターライト君。おーまっすぐね、え可愛らしいキャラクターしっかりとキックイン果たしました見事なキックインでした。ありがとうございました。ライト君に大きな拍手もお願いいたします。はい、ライト君のキックインセレモニーでございました。
忘れられてるな、ね、ゆっくりと歩いてますね、うん、非常にゆっくりと歩いております。はい、はい、まあ、こたびそのラインメール青森も15名の選手を入れ替えてきたというか、その新加入で入ってきて、グータッチするんか、これするとこれグータッチなんですね。なんでグータッチや、これ。これは最近はグータッチよ、そう、感染症対策のやつですかな、うん、手と手がみんなグータッチや、初めて見たぞ、はい、いうわけでございますね。ラインメールの方はあれですね、名前見てもJ リーグ経験者多いですよね。多いですな、うん、特にやはり注目すべきはこの10番の船山貴之殿がもうジェフユナイテッド千葉の方では5年間で54ゴールを上げておるという非常に得点力の高い選手というわけでございますので、この方も中心にこたび攻撃を仕掛けてくるのではないかと思います。船山選手は僕小6から知ってます。あ、さようで、はい、かなりじゃあもうベテランと言っていい選手、ベテラン、僕と同い年ですね。同い年なんですね、はい、あれじゃあもうずっと J1 の方でも活躍をされてきた、小学校の頃から体型してますね。そんなわけないやん。いや本当っす。そんなこと、そんな大きい方いるんですか。71ないから多分。そんな大きい小学校はあれです、本当に。え、ずっとあんな感じです。じゃあ非常に脅威な選手でございます、ね、めちゃめちゃ強い。そしたらね、小学校小6の時めちゃくちゃ強かったです。マジっす。マジですか。マジです。これはマジです。あ、本当、これは本当。これは本当っす。あ、でもそのぐらい大きく見えておったということが、いや大きかったんですよ小学校の時、あのままなんで。もうずっとあのぐらいの、はい、もう恵まれた体型を生かしての、やっぱりプレー中の方なんでしょうね。僕らの代の全国大会の得点ですから、前日のさようで小学校、はいはいはい、もうかなりじゃあもうそうですね、 J リーグでも月間 MVP に輝いたこともある選手ということで、うんうん、こちらも脅威というにふさわしい選手でございますな。そしてこの前線33番の木戸光希選手もモンテディオ山形 J2 でございますかな、こちらからアビスパにいた人ですよね。アビスパにもいらっしゃった、はい、副大、明大かな、明治大学から多分。この方ご存知でございます、なんか、はい、名前は、ね、平井殿もアビスパ福岡には一時期いらっしゃいましたが、はい、同じ時期ではないんですかね。そうですね、入れ替わりぐらいですかね。入れ替わりぐらいで、しかしながら J を経験しておる選手がいらっしゃるというところで、山口和樹選手ね。あ、山口選手も山ちゃん、山ちゃん山ちゃんというか、これ僕昔フットサル一緒にやってましたね。あ、さようで、フットサルをできる選手というのは、足技も遊びで、はい、遊びなんですね、はい、あ、サッカー選手遊びでフットサルとかもやられる、やりますやります、低身長でございます、ちっちゃめですね。山口和樹選手155センチ、うん、非常に身長としては絶対素晴らしっこい、ね、そういうことですよね。155センチの身長ではございますが、その素晴らしっこさ、俊足、俊敏性というところで、はい、かき回してくるのではないかというところも恐ろしいところでございますが、ね、先ほどのスタジアムツアーに参加してくださった子どもたちもすぐ間近で見てくださってますね。いますね。ね、もうお二人がどのような解説をしてくださるのかというのも子どもたちの耳に届いておりますので、ね、きっとここから未来の J リーガーなんかも生まれるのではないかと思いますしの、生まれてほしいですね。ねえ、やはりね、あ、まあ、そんな簡単じゃないですけどね。ちゃんと厳しさも教えるんですね。さあ、それでは間もなく試合開始、キックオフでございます。なんか青森すごい、ね、前傾姿勢、かなり前に集まっておりますな。どうな、キーパーが蹴る気なんだよ多分。キックオフは、ラインメール青森のキックオフ。あそこ戻してキーパー絶対 100% 蹴りますよ多分。あそこまで下げてきます、はい、キーパーあんだけ出てればね、さすがに前線へ、あ、キーパーまで下げましたな。そしてここから長くバレてる、でも飛ばしてきた、まあまあまあバレる、まあ、そうですこれはおそらく分かっておったと思いますが、しっかり対応いたします。さあ今始まりました、第25回日本フットボールリーグ第19節、うん、FC マリアス岡崎対ラインメール青森、ただいま試合開始と相なりました、はい、さあこたびの、試合の実況は、グレート家康公青い武将隊井伊直政でお送りいたします。そして解説には、お二人、自己紹介お願いいたします。はい、船谷圭介です。平井翔輝です。はい、元 FC マリアス岡崎でプレーをしておられたお二人にお話をお聞きしながら、はい、こちらの試合、模様をお届けいたしたいと思います。さあ試合始まりまして、うん、少しずつもうだいぶもう
キーパーが蹴るとなってからキーパーは多分キック力があるんですよね、うん、そういうことでございますかな。うまいんでしょうね。この全選手がもう FC マリアス岡崎の陣内に入っております。はい、青森山田の声ね。あで、あそうかな、 FC 東京行ってですね、うんうんうん、さあ前線ヘディング、ここは外にかき出しますと、ここで少し接触がありましたかな、ヘディングの際の接触がございました。このキーパーが非常にキック力あるというところでございましたけども、青森山田の選手なんですか。そうみたいです。元そうですね、元青森山田で、はい、ここもね、青森山田はサッカーの名門でございますゆえに、そこでキーパーを張っておられた方であれば、ここからもうキーパーを起点にした攻撃というのも非常に警戒をしなければならない。まあでもキックのうまさで言えばね、角井選手は負けてられない。さようにございますな、うん、角井栄太郎選手、 FC マリアス岡崎の角井選手 も昨シーズン何度もそのロングキックから得点につながっておりまするがゆえ、その、キック力対決といいますか、うん、どちらが先に、得点につなげてくるかというところも楽しみにいたしたいと思いまするが、さあ6番の、吉田正也選手が少し倒れておりましたが、試合再開となります。軌道へのパスは、外に出ましてゴールキックとなりました。さあライメール青森は完全にロングパスでの戦法を中心に戦ってくる感じでございますね。はい、まあ立ち上がりはその形が多いかなって感じですね。サッカーは走らせて、とにかくまあ陣地をまず相手の自分たちが攻める方のゴールの近くでやりたいっていうのがあるので、なるほど、とにかく前へ前へというところでございますか、うん、さあまずスペースを広げるっていうイメージですね。さあ FC マリアス岡崎奪いまして、西村からさあ岡部に渡ります。さあ大きく蹴ったボールはこちらゴールキックとなりそうです。やはりこのライメール青森としても高さがある選手が多いもんですから、ロングキックを使った戦法というのはやはり有効なんですかな。そうですね、前の選手ヘディング強そうなので、うんうん、33番木戸君、木戸選手も176センチと決してそんなに大きくないですね、ま、そうですな、なんか競り合い方見ると高さを生かそうという高さというか、そういった狙いも見えてきますけども、さあここで船山にボールが渡ります。しっかりと奪いまして、フォーメーションは予想通りっぽいですね。そのようですね、はい、やはり中盤、ライメル青森は中盤に集め、そして、FC マリアス岡崎は 3-4-3 という形を作ってまいりました、はい、さあサイド上がってまいります武田。さあここはいいんじゃないですか、ディフェンスに阻まれました。いいですね武田ね、え、うん、アシストをこたび見られるのではないかという期待もございますが、少々前半から接触が多めとなっております。お互いのこの勝ちへの執念というものもございます、ね、はい、これは激しい戦いになりますね。ねえ、ございますよねあの画面には映ってないですけども、非常に平井殿の決まった目をいたしておりますもうね、目が悪いですよ目が悪い、目が悪いそういうことですか、はい、よく見ようとしておる、はいね、確かに肉眼でも遠くはやはり見づらいですからな。さあ西村へ、さあ左サイドここからつないでいきたい。さあここは弾き出されて、もう一度 FC マリアス岡崎ボールになります、うん、マリアスボールでございます。ラインメール青森もこたびもし勝利をすれば、リーグ2位まで上がる可能性があるというところで、はい、ラインメールは昇格はできます、昇格目指しておるチームでございますから、やはり2位に上がっておきたいという気持ちは必ずしもあると思いますので。さあ水谷シュート、うん、いいね、左足のシュートは少し外れていきました、はい、しかしいいですな、しっかりシュートで終わったというところで、はい、また武田選手が絡んでるところがいいですねヘディング落とししてましたね、今も入ってたらアシストですからね、はい、あ今ので、ね、そうですな、はい、アシストできておればもう宣言通りのといいますか期待通りの活躍ということになります宣言はしてないですけどね、宣言はしてないですなもう2人が勝手に言ってるだけなんで、ね、期待をしておるというところでございますので、はい、さあファールがございまして、ここは角井が蹴ります。ここでロングボール蹴っていくか、やはりキーパーが蹴るとなるとほぼ全員が相手陣内に入ってまいりますね、うん、飛ぶね。さあいいボール上がりました、ここ水谷が足で、しっかり
抑えに行きましたが、ここはうまくいかずゴールキックでございます。さあ早いリスタート、さあ吉田から左サイド上がっていきます。でマリナスも戻りが早くて、はい、しっかり守り固めてますな、はい。まあ、3バックの時は守備の時はこうやって今みたいに5枚並ぶ形が多くなるかなって感じですね。中盤の外側が戻ってくる、はい、さあもちろん吉田ここ奪いに行きます。さあ右サイドへ、中へ上げてくるか、上げてきた、ここはしっかり角井が対処、なかなか鋭いボールが入ってまいりました、はい。もう頭で合わせるだけぐらいのものでございましたが、はいはい、しっかり角井がここを弾き出していきました。ああいうボールがたくさん来るとやはり怖いですな。まあやっぱペナルティーエリア内にボールが入ってくると怖いですよね。あの高さっていうのは攻撃側平井殿からすれば合わせやすいボールになるんですかね。いや僕はゴロの方がいいですね。あ、もうグラウンダーっていうんですか、はい、そちらの方が合わせやすい。フェーディング苦手なんでそうなんです、はい。平井殿の身長高いですけどね。身長は高いですけど、でも足元の方が気持ちが弱いっていうでも足元の方が得意、まあ、これ選手にもよりますけども、ね、はい。さあコーナーキックでございます、はい、本日最初のコーナーキック、はい、なんかしてくるな。さあ、ショートコーナーで参りました。山口回してきて、ここは外へ、ゴールキックとなります。やはりあの山口しっかり走り回ってきますね、はい。ここはちょっと恐ろしいかなと思いますが、なんか昔から知ってる選手なんで個人的にはちょっとだけ応援してます。じゃ あ, あの青森側ってことでいいですか。いや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 、ちょっとちょっと個人的にはね、ねえ、もう山口選手個人的には、ね、あ、もうチームではなく個人を応援してる、うん、そうであってほしいと思います、ね、マリアスのチャンネルですので、はい。しかしやっぱりその山口和樹選手はそういう走り回るサッカーというのが特徴なんですか。まあそうですね、見ての通りやはりもう素足っこくわーっと走り回って、はい、そこがやはりこの試合後半まで続いてくるとこの体力面で見てもちょっと恐ろしいなという気がいたしますが、まあ、1ヶ月以上中断があっての、再開ですね。再開の一発目、そうですな、本日はなんで、お互いおそらくいい準備できてると思うんで、なるほど、はい、万全で、そうですね、8月一月、お休みでございましたので、その間にどんな調整をしていたかと。そうですね、攻撃になる、ここは武田が切り込んだ、武田、これが武田、こちら武田ですね、失礼いたしました失礼しました、武田すぐ分かるんで、武田に敏感やから、ずっと見てますな。さあ小栗からか、はい、渡辺、さあ細かくつないでいく林、もうラインメール青森もキュッとこう寄ってきての小さく守ってきますな、うん。さあ上げてきた、混戦となるが岡部がシュートと、ここは決まりません、サイド割りまして、スローインでございます。ラインメールの選手に当たっておったようでございますな、うん、マリアスボールでございます。さあ、ああいう細かくつないでいくというところを、はい、ラインメール側もしっかりと対処してきますな、はい。でもやっぱあの狭い中をね、入っていけるのが今のマリアスの強みですよね。確かにもう正確なパスと全員が動いてのサッカー、はい、こちらもまたマリアスの強みと言えましょう、はい。さあ林へ振り返れるか、パス水谷からシュート、ここは阻まれる。さあ軌道がものすごい速度でございます。速い選手です、足速いですな。さあ一度戻して反対側、吉田へ、ちょっとタタラ選手にも触れておきますか。そうですな、こたび最終ラインにおります、はい、ラインメール青森の最終ラインにおります、同い年、同い年タタラ篤人選手、はい、今シーズンからですかな、ライメラ青森、昨シーズンでございましたな、昨シーズンの半ばで、おっとここ危ない、うん、とクリアはうまくいかず、吉田からグラウンド入る、起動しっかりと人数かけます、うん、ここは、はあ、しのぎました。少し危ないシーンがございました。さあ3番のタタラ篤人選手は昨年、はい、このラインメール青森へ移籍をされた、昨年夏ですかね、夏でございましたかな、うん、ラインメール青森へ、この FC マリアス岡崎に、在籍をしておられた選手でございますが、
今もう最終ラインを守る選手になっておられますな。そうですね、真ん中に3枚の真ん中にいるんでね、まあ、失点が少ないことに貢献できてるんじゃないですか。やはりもう FC マリアス岡崎でも守備の要といいますか、うん、守備の面で非常に活躍をしておられた選手でございましたので、はい、ライメール青森でもその活躍を見せておるというわけでございますな、はい、うん。さあファールございましてフリーキックとなります。今ラインメール青森側は5枚が最終ラインにおりますが、はい、これまたやっぱり最、はい、3枚ディフェンスの特徴なんでございますかな。そうですね、はい、さあ小栗から右サイド岡部、さあもう一度戻す、さあここは無理はせません、最終ラインから攻撃を組み立てていきます。さあ渡辺シュート、この渡辺シュートも、名古屋グランパスであったりとか、はい、そういったところでも経験を積んでおる選手でございますので、はい、またここも期待したい新加入の選手でございます。楽しみですね、さあ相手に渡る、ここはしっかり抑えて西村から、さあ攻撃立て直したい、右サイド岡部、やはりこれだけの速さで詰めてこられると攻めづらそうでございますね。さあ岡部真ん中、林抜けていく、ここはクリアに合います。中硬いな、人数多いですよね、そうですな、ライメール青森の選手のもう木戸選手以外、はい、9名がもうディフェンスに入っておるぐらいの、はい、状況でございますので、うん、非常に固い守りでございます。さあ渡辺、西村から前線林へ、裏を狙ったがここはまた、弾かれました。こういった守りを固められてしまうと、はい、今までの攻め方だけでは通用しなくなってきますな。そうですね、どっから崩していくか、ロングパス、サイドチェンジであったりとか、はい、大きくかき回していくといいますか、うん、揺さぶっていく方法というのも視野に入れていくことになるんですかね。そうですね、どっかで誰かが無理したり、うん、一人剥がす動きしたりってのも必要かもしれないですね。さあもう一度下げます。さあ小栗から前線へ、さあ拾ったのは渡辺、内田から左利きの選手でございます。さあもう一度渡辺、爪が早いラインメール青森、さあ林打っていくか、うん、フェイントからシュートと、ここは右側へ外れていきました。しかししっかりと得意の左足の方に持っていって、はい、最後シュートで終えたというのはまた大きいですね。これもまた、はい、攻撃としてはあえて人は多いですけど、相手の間でボールを受けれればシュートまでいけそうですね。やっぱり足技がやはりこう得意な選手も多いようでございますので、はい、こう細かく動かしてからのシュートコースを作っていく、はい、こういった動きも非常にできる選手多いですな。そうですね。さあ早い詰め、水谷、さあ右サイドからラインメール青森攻撃を仕掛けていきます。さあ木戸、ここまで下がっておりました。さあ山口へ、ここはサイドチェンジ、しっかり青、マリアスの方も早く寄せていきますな、はい、さあここは倒してしまいました。船山へのファール、フリーキックとなります。この辺りからのフリーキックもまたちょっと怖い位置にはなりますよね、うん、マイルの方が大きいのかな。平均身長で言うと81人、岸田さですかな。岸田選手ね、知ってるんですか。岸田君は一緒にやってます、トスで。さようでございますか、はい、そんな感じしないですね、なんかねそんな感じしないですね。どこからそう感じたんでしょうか。何がそんな感じしなくないですか、ね、あの木戸選手、あの岸田選手と一緒にやってたらもっとなんかね、あ熱量が、熱量っていうかそのね
でこの山口ちょっとずつ俺が紹介して山口くんはこのフットサルちょっとしたぐらいでめっちゃ応援してるけど岸田君一緒のチームメイトなのに肩の入れ方が高校生ぐらいから知ってるから中学生とかえなんでなんか付き合いが長いってことですか向こうは覚えてるか分かんないんですけどそうなんですね、うん、覚えてらっしゃるか分からない、うん、岸田は覚えてるはずですさあ船山蹴りますさあゴールへ向かっていくおっとここポスト危ないところでしたねいやしかしまだ続いておりますさあキーパーまでボール戻りました広末さあ前線へのボールここしっかり弾いていきたいその岸田からいやもう一度どうここは抜けていきました危ないですね今のはヒヤッといたしましたね、はい、誰かが触っておったらゴールになっておったようなボールではございましたのでやはりああいうロングパスといいますか、はい、からの攻撃もうこれからもちょっと続いていきそうですのでどう対処していくかというのが鍵になってきそうですが、はいまあ、しっかり作るもう一人一人が、はい、あとはコミュニケーションですかねキーパー出る出ないの高さというところではどうしても勝ちきれない部分もあるかもしれませんので、うんはい、クロスの質でも高いですよねさようでございますがやはりあの船山選手10番の船山の、はいこの精度の高いキック上手ですね、ところに先にもう触って弾いていきたいところでございますなさあコーナーキック2本目となりますさあまた寄ってきたショートか蹴っていきましたここは角井が出るバレバレさあここからカウンターしていきたい林カウンターしない竹田も上がっておりますカウンターしない絶対しないここは落ち着いていきます今角井選手いい飛び出しでしたねしっかり出ていきましたな、はい、もう空いておりましたのであの場所が、はい、空いたところをしっかりと弾いてくれるキーパーというのは心強いものでございますね、うん、さあ前へ渡辺岡部さあ中へ上げるこのボールは、オフサイドとなりましたかなここはオフサイドキーパーからいや今のところ一進一退というところでございますが、うん、どうでしょうここからマリアス攻め方といたしては今の攻め方どうですかな船谷殿今の攻め方ですか、いや悪くないと思います今クロス上げたのが岡部ですよねはい3バックの選手があそこまで上がっていければ分厚い攻撃ができるかなというのはあるし、うんうんうん、割と武田選手も小栗選手もう内側に入る時も多いので、はい、攻撃の時にその時に岡部が上がったりできるのかなと思いますねなるほどなるほど空いた外側を、はい、その岡部だったり内田や武田が上がっていくという形が、はい、さあかなりコンパクトに守っていきます FC マリアス岡崎、うん、コンパクトです ね非常にキュッと詰めて、はいさあ軌道へのボールもしっかり弾いていきます今の取りたいですねセカンドボールなるほどなるほどそうですな、うん、もう FC マリアス岡崎としてはこのセカンドボールをいかにものにするかというのもすごく課題ではございましたのでさあ吉田からゴールへ向かっていくボール、うん、とここはしっかり角井が弾きました、はい、今のは直接入ってもおかしくない軌道でございましたの、はい、あれよく当たるよなボールに空振りしたけどこういう、なんすか来てるボールにこう合わせるのか確かに難しいですよね、絶対ねバレーボール方式バレーボール方式がめっちゃ速いみたいななるほど、全然合わせな、ダメじゃないクイック攻撃っていうやつですか来てる方にバーンって弾くんだったら向かってくるボールではなくそうそうか、そう、横にもう進んでくるボールでございます来てるのバーンこんな手でやってるけど映ってないんかあんまり俺に何言ってるか分かんないですよ分からんか分からんすかもう平井殿は非常に試合も楽しんでくださっておるということ来てるボールに対して、ね、そのまま向かってまだ言うとるわまだ続く、まだ続く諦めないさあコーナーキックいいボール上がってきましたさあここ弾いてセカンドボールここをしっかり弾きたい、ね、うんとここはこの二次攻撃もマーク外れやすいんでなるほどなるほど、うん、そうですねどうしてもこのセカンドボールそしてその次のボールというのも奪われやすい傾向にはございますのでさあ奪いましたここは水谷からチャンスだけどなさあ上がっていく枚数かけていきたいところでございますな
さあ突破を図るがここは阻まれます。さあ奪えるかと右左サイドへ、うん、吉田までボールが渡りました。これが岩間ですね。岩間選 手、僕と同じ今ボールを持っておるのが岩間選手でございますか。長崎とか山がにいたっすよね。山が、はい、いぶし銀ですよね。いぶし銀、この方も J 経験者ってことですね、はい、37歳、37歳、非常にベテランの選手もこう揃っておって、うん、バランスがええといいますか、はい、年齢層もこう幅広く、うん、故に恐ろしいというところでございますね。そこのベテランを起点に、若手も躍動しつつ、はい、おっとここで抜けてきたかと、ここは広瀬がしっかり弾きました。今みたいな相手のミスにしっかりとこう反応できる、はい、林選手であったりとかが、ね、はい、反応できるというのはまたチャンスが生まれていいですね。やっぱミスはつきたいですよ ね、うん、この裏へ飛び出す動きというのがそこでまたこう生きてくるところもござるかと思いますので、はい、さあここはまだ落ち着いて回してまいります。さあ右サイド徳崎選手へ、さあ岡部から前線呼んでいる、原が飛び出そうとしておりましたがそこには出ません。もういつでも裏を取れるようにというところをこう前線の選手は意識をしておるように感じますな、はい、まあ、ボール持ってる人がいいボールですね。いいボール、ここは、竹田まではつながりませんでした、うん、いい狙いだと思います。しっかり前線の裏というかそこも大きく狙ってくるという攻撃でございました。さあ後方でつないでいきますラインメール青森。船山へ、これ木を伺っておるという感じでございますかの、うん、ゆっくりと回しつつも前線の動きを見ながら、まあ、船山であったり木戸であったりがこれまた飛び出せるように準備もしておりますので、はい、そうですね。さあ少し攻撃の速度が上がってくる。山口から一度下がります。もう一度山口左サイドへ変えてきました。さあここで吉田、ここも下げていきます。引き間、さあ抜けてきた左サイド吉田へ、中上げてくるか、しっかりここは対処したい。さあ引き間から裏へボール、うん、ここはしっかり体を当てていきます、うん、いい対応ですね、大栗のいい対応でございました、はい、ここはゴールキックでござる。給水、あここで、飲水タイム、給水タイムでございます。しますか僕らも。いいですかしておいた方がいいかと思います、喉乾きますからの。さあ飲水タイムということでもう前半が、半分ほど終わったところでございますけれども、早いですね、ねえどうです、やはりこのスピード感といいますか攻撃の、はい、全体的に見て両チームいかがでございますかね。そうですね、際どい場面が多く作れているのはラインメールの方かなとは思いますね、うんうんうん、なるほど。ただマリアスの方もシュート自体は打てておりまして、はいはい、実際にそのゴールの少し際を抜けていくようなシュートもありましたので、はい、もうシュートを打つという意味では割と互角に戦えておると思うんですけれども、はい、しかしその決定機という意味で言えば、そうですね、より危ない場面というかラインメールの方が少し優勢であると、はい、やっぱラインメールの方はクロスボールが中心かなって感じがしますよね、それこそ船山であったりとか、はい、右サイドであれば佐久間や、山口であったりとかが、はい、こう繋いできて内側に放り込んでくるという、はい、そういった攻撃も見られますので、さあここまでの、今試合のスタッツでございますが、シュートとしては FC マリアス岡崎が2本、うん、ライメール青森が1本と、はい、シュート数ではこちらが、上回っておるというところでございますので、はい、ただまあ2本と1本というところで言えばさほど、変わらないで互角と言っていいのかなと思います。こうしてると思います。ただコーナーキックがまだマリアスの方にはない、うん、対してライメール青森はもうすでに3本、はい、という意味ではこういったセットプレーが、多い面ではチャンスも多く作れておるという見方もできますので、はい、そういったところをどのように対処していくかというのも鍵になりそうですな。そうですね。
さあ、角井選手のゴールキックから試合再開となります、はい、本日土曜日ということもありまして非常に多くの方にお越しいただいておりますね、はい、もう声出し応援も解禁されましたので、サポーターの皆様は声を張り上げながら、応援をしてくださっております。さあ試合再開となりました。さあ岡部からのボールは相手に渡る。ここ裏へ抜け出したのは、ね、さあ木戸です。ここで内側の選手走ってくる。山口が裏へシュート打ってきた。ここは体に当てて対処しました。やはりあの木戸船山の2人は非常にこのシュート怖いですね。まあ、なんか点取る雰囲気は持ってますよ ね積極的に打ってもきますし、はい、かつやっぱり体も大きいんですもんね。船山選手だってはもう昔からの体の今は大きくない。今は大きくない。今は大きくないが当時からあの体格で小学生からあの体って言ってる人がいるんで本当かどうか分かりませんが、はい、まあ、でもそのぐらいちょっと嘘かなと思ってるんですけどでも恵まれた体格を生かして、はい、活躍をしてこられた選手という、うん、足も速いんでね。です。足も速い。足前シュートもうまいし非常に脅威でございます。さあ奪いに行く。ここは左サイド吉田が上がっていきます。このねずれるのがしんどいよねこれねえ上選手のこのねスライドが ね、 そうね。さあ吉田切り込んでくる内側へ触ってきた。おっとここは危ない。危なかったですね。今のはももですかな。ももが当たったぐらいの感じですかの、はい、木戸のシュートでございましたが、はい、非常に危ない。もうやはり低い弾道での、はい、クロス。今のはディフェンスとキーパーの間への速いボールですね。もうなんならもうディフェンスに当たって入っちゃってもいいぐらいの、はい、なんか自己これ的な感じもあるかと思います。そのぐらい狙いも、はい、いやしかし吉田運動量が落ちませんね。しっかり走り込んで、そうです ね、 ね切り込んでくる。あそこでクロスまで上げ切れるといいですよね、ラインメールとしては。先ほどその平井殿もおっしゃっておったそのスライドというんですか、はい、はそのサイドチェンジというところなんです、ね、サイドチェンジされた時の守備のスライドがね、これおっと林、打っていくと、うん、ここはキーパー正面、はい、いやしかしいいシュートでございました、はい、しっかり左足振り抜いていきましたが、やはりこの右から左へボールが移ったりした時のディフェンスがしんどいということですか。もう一回さっき真ん中ら辺でボール取れそうになった時に、ええ、取れるか取れないかで変わってきますよね、だいぶ。なるほどなるほど、うん、まあ、その分走り回らされちゃうっていうこともございますもんね、はい、それだけでね、多分 100m ぐらい長い距離走らないとダメなんで、うん、まあ、運動量という意味でも非常に削られ体力を削られてくる攻撃になりますな、うん、さあ、小栗へ。さあ、渡辺から右サイド岡部。ここもゆっくりつないでいきます。さあもちろん西村へ。さあ丸安も非常に狭い範囲に選手が固まって攻撃を仕掛けて、はい、林選手とかね、はい、ずっとディフェンスラインと中盤のラインの間のポジション取れてるんで、はい、いいポジションは取れてると思う。さあ裏へ大栗から打てるか。下げていって林打ったのは硬いね。人多いよね。ここは左側外れていきましたが、岡部選手のシュートでございましたかな。岡部選手があそこまで行ってます ね、 しっかり内側まで入っていきましたな、うん、いやいい攻撃ではございましたが、はい、やはりラインメール硬い守備。まあ失点少ない、ね、そうなんですよ。もうリーグ最小失点と言ってもいいぐらい少ない。言ってもいいぐらいってことはないか知らないってことですね。ないかもしれないですけど、ね、あのね、申し訳ございません。しかしながらもう非常に少ないんです。もうオンに最小失点。これ1位じゃないですか？12は。確か今首位のホンダ FC も失点数12ぐらい。あ、そうなんですね。なのでほぼ同率で1位と言ってもいいのかなと思いますが。1位と言ってもいい。言ってもいいと思います。言えないですね。ねえ、このねえ曖昧なところでございまして申し訳ございませんが。さあ渡辺、小栗へ、まあ、FC マリアス岡崎もこの失点数というところを課題にしておりまして、今シーズンは失点数を少しでも少なくというふうにおっしゃっておりましたが、
正しかったです、ホンダ FC と同じく同率1位青森、失点数12で同率1位です。ありがとうございます。ありがとうございます。さあそんな失点数が、最も少ないラインメール青森、はい、いかに崩すか。さあここで、マリアス初のコーナーキックとなります、はい、武田選手出てこないですね。武田選手蹴りますか。ここで蹴らないです、ね、蹴るのは林選手ですか。確かに久しぶりに武田選手の名前今そうですね、なんかあんま出てこなかったね画面に。アシストにこだわっていきたいというところ、ね、こだわってみたいというところですね、はい、ラインメールの左側からの攻撃が多いんで多分、うん、なるほど。それ武田選手の覇気で止めてるかもしれないです。覇気で止まってるんですね、はい、来させてないってことね。そうそう、覇気もアシストに入りますか、ノーアシストですね。ノーアシスト、これは入らないと、これはゼロのままです。武田選手どこにおる。多分リスク管理してるんじゃないですか。いや入ってるな中に。林選手中におりますね。一番遠いファーサイドにおります。さあ上げてきた林選手からのボール、いいボールだ。ここは触れず、うん、さあここ寄せてきたのは、岡部選手です。岡部さあまだ攻撃続いております。武田選手前線、ここで武田に渡る右足と、ここはコーナーへ、コーナーゲット、いいんじゃないですか。さあ武田選手の切り込みからコーナーをまた獲得いたしました。さあ今度は、ゴール向かって右側からのコーナーキックとなります。はい、このアナログの得点番もいいですね。ずっと残ってそう、でも変わりましたよね多分。あ、さようですか。ずっとこれ使われとるんだと思っておりました。こんなじゃなかったですよ。なんか何から何に変わったの。なんかこの時計のやつもあの大きいプールにあるようなやった気がせんでもないですけど、分からんけど。林のボール、いいボールだ。ここは触りたい。最新版ってこと、うん、もう一回コーナー、スローイン、スローイン、ここはスローインでございますね、マリアスボールのスローインとなります。あの得点版は新しいんですか。いやでもあれかな。あれっすよね。でもいや分からない、あれなんですね。マジで分からない。そんな話どうでもよくないですか。誰が言うとんの、自分から始めとるんですよ、ね、え。さあスローインからまだ高い位置のスローインでございますので、はい、まだマリアス中チャンスございます。さあ渡辺細かくつなぐ、渡辺打てるか、あっとここは相手ボールクリアに合います。ファールもらう、うまいですね。誰ですか、高木。今のファールでしたね、はい、船山選手、船山選手のファール、うん、さっきこっちでもあったけど、はい、また全く痛くないですよ、はい、なんちゅうこと言うんですか。まあでもそれもまた技術でございますよね、はい、もちろん、ね、選手にとっての技術と言えますので、はい、ね、非常にうまい選手世界にもたくさんおりますから、はい、ね、何もあるですか。もう言ってるじゃないですか。もう言ってますねそれ。もうほぼ言ってます。さあ吉田へ、あっとここは、処理を誤りました。マリアスボールになります。こういうのに流れ変わりますからね。あ、こういったミスから、うん、ちょっとしたミスがね、はい、さあ相手陣内でのスローインでございます。さあ大きく投げていくと、ここはハンド取られましたね。ハンドって言われてからこうしてるけどね。違う違う違うの、うん、考えてる時間よ。あ、その先進の方で、うん、ハンドかなって、副審の方でハンドかなでハンドってやります。じゃあ、うん、やるんか、うん、ハンドって思ってハンドってやるんじゃないですか。いや、ハンドかな、よしハンド。もうしっかりその確信に変わった瞬間に旗を上げたということですね。僕らも副審やることはあるんでね。あ、まあ、そうですね、はい、お二人副審やられるんですか。はい、中学生の試合の。そうなんです、最近やるっすね、はい、ライセンスというものを持っておられると。一応4級を、4級審判を一応末端のライセンス。末端、末端と言っていいのか分かりませんが、末端っすよね。ま、まあ、末端っすね。すごいですな、元 J リーガーが副審をやる試合なんて贅沢すぎますな。結構大変よね。いや大変ですね、中学校35分ハーフ、ね、そうですよね、ずっとこう走り回るわけですから。結構中学生の足早いんでね。なるほど、追いつかないですよ、追いつかないですよ。で、まあね、この基本的な話かもしれませんが、この副審の方っていうのは最終ライン、もういや本当大変、ね、大変ずっと追いかけ続けると。ね、同じライン、中学生でも文句言ってくるんですかね。いや本当に本当にすごいですな、J リーグに文句を言う中学生。ね、大人になったらそれ余計言われるじゃないですか。めちゃくちゃ言われますからね。あの時感じて、あの時あの方たちが感じていたのはこれだったんだと後から思い知ると。
文句は言ったらダメですだから。言ったらダメですよ。審判にはリスペクトです。やはり人間なんで ね。もちろんそのね、審判の方へのリスペクト大事でございますが、まあ、やはりこの熱がこもる試合でございますので、そういう風になってしまうところもあるんでしょうな。勝利への執着が。さあ左サイド、ここまた、いわゆるスライドといいますか。あっとここは繋がらず、うん。少しずつラインメール青森もこうしたミスが出始めましたね。はい、これはもう前半が終わりかけてこのもう30分超えておりますが、はい、こうなりやすくはなってくるんですかの。いやそんなことないと思いますけどね。あ、さようでございます。はい、まだ運動量としてはまだまだいける。はい、まあ、連携ミス。しかしこういったミスをしっかりと後期に変えていきたいと。はい、さあ西村後ろへ、さあ角井まで下げます。さあ徳武。さあ前半も35分を回ってまいりました。さあ裏へのボール、ここはオフサイドを取られます。俺より飛ぶヘディング、ヘディング上手ね。キーパー、ああ今のキーヘディング、体をうまく使ったヘディングでございますね。もう上手でございました。さあこのセカンドボールでリスタート、ここ奪われると危ない。しっかり角を入れていきました。しかし今の処理を一つ誤ると怖いところでございますね。はい、さあ岡部から小栗、そして岡部。あれ小栗選手ラインメールじゃなかったですか。元ラインメールでございますね。水谷選手、水谷選手、小栗選手が、元ラインメールの選手。はい、そうですな、フルス対決。そうだ、え違うか。今何を言おうとしたのか、自分で解決しました。今何をおっしゃろうとしたのか、多分視聴者の方も皆さん分かっておられます。なんかここでラインメールとした時、小栗選手が点決めた記憶があるんですけど、昨シーズンのラインメール戦で決めたのが小栗選手。そのもう一個前、2年前か、もう一つ前です。なんか記憶があるんですけど、まだラインメール青森に小栗選手がいらっしゃった時に、その時は YouTube やってない。やってないですね。じゃあ俺 何でおったんや。まだ現役じゃないですか。いや違い、元気か、違う、あではないです。元気か、そうなんですよ。一昨年のラインメール戦、この龍北で行われた試合で点を決めたのが小栗選手だったんですよね。それで敗戦いたしておりますので、ね、昨年今年は味方として。さあここフリーキック、蹴るのは林、ゴールへ向かっていくボールとなります。はい、いい位置ですね。ここは誰か触るか、あるいは直接入るのも可能性としてはございます。はい、蹴っていく、触れるかと、ここはディフェンス、吉田右サイドまで開いておりました。さあまだ丸安ボールになります。さあ小栗から内田、さあ左サイド作っていく、武田が前へ走っております。出てきましたね。ええ、しっかり走ってまいりました武田。はい、武田君もう相当注目しておられますな。武田軍なんでね。武田軍、はい、もう信玄ですよね。我ら徳川にとってはもう因縁の相手といえる、はい、因縁の方ですか。因縁でございます。しかし家康公が心の師としておられたのも武田信玄。どういうことでしょうね。そうなんです、脅威でありながらも学ぶ点が非常に多かったというのがこの武将でございます。その同じ名を背負う武田夏樹選手、うん、松江ですよね。違うでしょ。松江ということは適当には言えませんがただ無関係とは言えないんですよね、同じ名字である以上。そういうことですね。全く無関係とは言い切れないっていうのが、めちゃくちゃ遠いとか。そうです、そうです、可能性はございますので、その点面白いですよね。船谷って言いました、武将。聞いたことございません。おらん、申し訳ございません。いないですか。いや、俺の家族以外聞いたことない、ね、今でも船谷という名字は、はあ、船屋さんですね。船屋さん、あ、同じ字で船屋さんもいらっしゃる。見たことないです。でも船がつくっていうことはこの水関連のお仕事をされておった可能性ですよね。そういうことか。その船乗りであったり。僕はじゃあ平井なんで平民ですか。平民だから平井にするかどうか分かりませんけどねただ命がついてますので、これまた水に関係ありますしね。じゃあ E さんもそうですか。そうなんです、わしも E の字は井戸の E です。井戸の E です。そういうことか。まあ名字の話もさることながら、まあ、さることながらですね。さることながら、はい、しかししっかり高い位置で、守備をしておりますので、さあ裏へのボール上がってくる吉田。ここはオフサイドございません、うん、吉田中へ入ってくる、
分かりやすい。また切り込んでボール、低いボール上がってきました、うん、ここはしっかり弾きます。今度はグラウンダーでのクロス、はい、どちらでも攻撃してきますので、ここしっかり対処したいですな。さあ岩間、さあ右サイドへ、さあ岸田から上げてきました。ここは頭で触る、しっかり前へ届きたい。一度下げます、うん、さあしっかりクリア。あ、いいですね。さあ原幸太郎がボール奪いました、はい、岡部、唯一の地元民ですね。唯一なんですか。同居唯一でございます。そうっすよね、多分西尾市出身、原幸太郎三河の人間でございますな、はい、阪南大の選手でございますね、はい、西尾高校かなですかの、西尾高校から阪南大でございますかな。さあ左サイドへ切り込んでくる、ワンツーから水谷シュート、うん、ここは広末しっかり止めます。今のスピード感のある攻撃も良いですな、はい、ちょっと中の人数少ないですね。あ、今もうちょっと枚数がいればもっと有利に進められたと、うん、さあ前半も残り5分ほどとなってまいりました。未だ0対0。さあ山口、さあ引き間から右サイド裏を上がっていきます。さあ船山から裏へ狙ったボールはここはサイド割りました。さあ右側からの攻撃も少し増えてまいりまして、はい、左だけではなく向こうが、遠く反対側からもしっかり攻めてくる、ライメール青森でございますが、しっかり武田や内田を中心に守っておると、はい、対応できてますね。ね、まだ、右側からの決定的な攻撃は生まれておらんというところで言えば、やはり左を得意としておる可能性もございますね。ラインメール自身がこの吉田であったりとか、多分右利きが多いんじゃないですか。なるほど、右利きの選手を左側に置くっていうのもやはり攻撃としては有利になるんですか。多分チームに右利きがいっぱいいたら左サイドから攻めるよね。そうなの、そんなことない、はい、その合わせやすさというですか。わしに聞くんですね。まさかプロに聞かれると思わなかったです。ボールの持ち方的に左でトラップして右でいけるでしょ。確かにその左側から左に回ってきやすいってことね。なるほど、あ、そうそうそう、今もこれ右利きで左に向いてこうトラップして全体的に左に回していくと。あんまりオープンで持つのってね、フリーじゃないと持てないから、うん、だから右利きだと左側から攻めやすいというっていう説説、はい、一つの見方ということでございますね、一つのね、はい、さあ内田裏へ、水谷がいるがここはつながらない。さあディフェンスしっかり走っております。ここは渡辺が詰めておりました。もうすでにキーパーまで下がることを見越してのと、ここでファールがございました。結構あれもね、フォワードからすればちょっとね難しいんですけどね。あ、難しいです。難しいんですか。あれもう競ろうと思ってももうさっきディフェンスに上から乗っかられてるんで、あ、なるほど、飛べないんですよね。あれ乗っかってしまうとファールという形になってしまいますもんね。で、でもあえて倒れるじゃないですか、そしたらもうフォワードが悪いってなるんですけどね。やはりああいうところの競り合いはそういう駆け引きもかなり技術ですね。技術、はい。さあ、まもなく前半アディショナルタイムが出そうです。前半アディショナルタイムは3分ございます。さあ、日が差してまいりました。少し気温が上がりそうでございます。マリアス岡崎龍北スタジアム、前半アディショナルタイムは3分でございます。未だ0対0。さあ、岡部から裏へ原が走る、ここはファールを取られてしまいました。
こう緩急のある攻撃をどちらも行ってきておりますので対応する際は非常にこう体力使いそうですね。ですね。走り回らされるというところです。まあ多分暑いと思うんでピッチにいる選手たちは、もうお互い体力の削り合いのような、そういった展開も。青森って涼しいんですかね。やはり東北という意味では岡崎よりかは涼しいのかもしれませんが、その辺は後半、なるほど、影響するんですかね。普段青森で活動を背負られる選手たちでございますから。最近でも温暖化なんでねなかなか、はい、もう現世の、ね、大きな問題でございます、出てきておりますね。まあ、確かにその青森やあるいは蝦夷地、北海道であっても暑いって言いますよね。夏場は全然暑い日ございますので、この岡崎と変わらない日もあると思いますから。ただもうこの9月に入ってきて気候は大きく変わりつつありますので、そこがこの選手たちの体力面にもどう影響を及ぼすのかと。さあ右サイド岡部、さあどこから速度を上げていくのか。さあ渡辺、こう果敢に狭いところにもしっかりパスをつないでいくっていう、この攻撃もなかなか、ね、お互いの連携がなせんとできないことでございますね。さあ弾かれて角井、ここまで上がってくる。さあ最終ラインまで下がりました。小栗、さあアディショナルタイムにはもうそろそろ入ったところかと思いますが、未だ得点動かず。はい、まあ、お互いこの時間で失点はしたくないんでね。なるほど、もうここで点を取られるのがやはり精神的にも辛い時間帯になりますからの、はい、さあラインメールボールとなります。キーパー広末へ、左サイド、さあ一番低い位置からでも揺さぶってまいります。左サイドからの攻撃、長倉颯、裏へ走ってくると、ここはしっかり角井が対処。やはり船山早いですな。船山はもう小学校のからですか、ね、そんなことないよ終わりましたね。さあ前半終了、はい、前半終了となりました、はい、0対0、両者互角のまま後半へ移ってまいります。さあ前半の戦い、見ていただきましていかがでございましたかな、はい、船谷殿。はい、やっぱ丸安の方は細かくボール動かしながら相手の間にポジション取って、そこにボールをつけて、はい、細かいところ入っていくのうまいですよね。もう、はい、ここにその狭い位置でもどん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 果敢に回していくというサッカーでございましたな、はい、ただやっぱりラインメールの方が最後のところ硬いですね。いや、もう決定機を作らせてくれない、そうなんですよね。シュートは打てるんですが、決定的なシュートにまで至らないというところがやはりまだございますね、はい、平井殿いかがでございますか。そうですね、まあ、最初の方はラインメールが結構押してたんですけど、まあ、徐々にボール保持率を高めて、丸安が相手陣に侵入していって、まあでも最後シュートのところはやっぱり結構ペナソトあたりが多いので、もうちょっとあのなんていうんですか、ポケットっていうんですか、はい、あのゴールエリアとペナルティエリアの間の奥深くまで侵入して いきたいですけどね。なるほど、もう決定機を作るにはもうそこが一番鍵である。そこか、そうですね、クロスを下の速いボール入れるか、ただまあ平井殿の言う通り、この細かいパスで回しておるというところで言えば、やりたいことはやれておる。あ、そうですね、はい、さあこの攻撃を後半も続けて、まず1点、はい、先制点を取っていただきたいと思います。さあこの試合も、スタッツ、ここまでのスタッツでございますが、シュートが FC マリアス岡崎4本、はい、で対するライメール青森が2本と、未だシュート数ではマリアスが上回っております、はい、でコーナーキックも、前半ね、後半前半の、後ろの方でといいますか、マリアスも2本取りましたので、コーナーキックの数もマリアス2本、ラインメール3本というところでございますので、はい、だいぶ互角の試合運びにはなっておるのかなと思います、うん、
さあしかしですよ、この両者今ピッチ上ではですね、はい、控えの選手が、練習をしておるところでございますけれども、うん、この方たちをいつ生かしてくるのかというところも、またこの監督の采配、非常に注目すべき点というところでございますね。やはりライメール青森側も攻撃力のある選手を、新加入で入れておりますので、こういったところを、まあ、明らかに出てきますからね、大きいですね、はい、非常に大きい選手が多いので明治安田生命、こうなってくるとそのフリーキックであったりコーナーキックのあたりでどうしてもこの不利に働きやすくなるので、マリアス側としてはそこをいかに対処していくか、うん、そして、対してやはりマリアスの方もそれこそウンダウターラ選手であったりとか、前田裕樹選手をはじめとした得点力のある選手がまだ控えておりますので、ここをどこで切っていくかというところも注目したいなと思うところでございますね。さあご覧いただいております通り、第25回日本フットボールリーグ第19節 FC マリアス岡崎対ライメール青森の試合、前半0対0にて折り返しと相なりました。さあこたびの試合ですな、実況は岡崎市の武将隊グレート家康校青井武将隊井伊直政でお送りいたしておりまする。そして解説には船谷圭介殿、そして平井翔輝殿、お二人お呼びいたしまして、お送りをいたしております。さあ後半期待したい点であったりとか、そういった部分注目したい点であったりとか、お二人ございますか。今月の予定利率がなんと 3.50% といって、過去2番目に高い水準でございます。さっきもこういうのあったな。さっきもこういうの見た気がするな。ありますよね。いやちょっとね、下で声が入ってると、はい、確かになかなか難しいです、ね、今ハーフタイムで、はい、スポンサーの方の、紹介が行われておりますので、少し聞き取りづらい点もあるかと思いますが、申し訳ございません。我慢して聞いていただきたいなと、わしらの話もね、楽しんでいただきたいなと思うわけですよ。はい。でも未だに謎になっておる昨年のラインメール青森に勝った時の得点者、なんか始まりましたね。ありがとうございます、ね、マリアス岡崎への熱いエールを送ってくださりましたと。さあ、ここでちょっとね、皆様のチャットを少し読ませていただこうかなと思いますけども、ひらこ、ふなこ、暑いけど YouTube 頑張ってね、陸学より。ご存知、さっきやったな。あ、ご存知なんですか。さっきそこにいました。あ、おった。そこ隣でサッカーしました。あ、本当。あ、そうなんですか、はい、お知り合いの方からでございましたか、はい、ね、もうそういうね、平井殿や船谷殿に対する、メッセージなんかもお待ちいたしておりますので、武将の末裔といえば丹羽大輝さんがそうですよね。へえ、誰じゃろう。なんて丹羽大輝殿、丹羽大輝殿、丹羽ちゃん、あ、武将の末裔。へえ、そうなんですか。じゃあ丹羽っちゅうとわしが知っとるのは織田家家臣の丹羽長秀であったりとかですけど、孫ぐらいですか。あ、その子孫ですって。道理でちょっと癖あるな。確かに武将っぽいな。武将っぽいですね。え、武将全員癖あると思ってるんですか。ね、武将の末裔全員癖があると思われてるんですか。ないんですか。まあ確かにありますね。武将って癖だらけなんですよ。人と違うことしたがるのが武将でございますので。どうする家康、どうですか。俺の塩エリアにてお願いをいたします。いや、なんか質問来てますよ。質問いいですか、お二人。はい、安倍戦では移動が大変そうだなといつも思います。疲れてしまって試合に影響することはないですかと。あ、確かに。岡田美ね、ラインメール青森の選手なんかも青森から長い距離移動してこられてるというところで、はい、こういった点ね、お二人も遠征の経験ござると思いますが、はい、いかがです。どうですかね。あ、そんなに感じないです、その影響。体力面であったり、体力面はそんな影響しないんじゃないですか。さようでございますか。私も聞きたいんですけど、その皆様やっぱりこの集団で移動されるということになると、はい、移動手段はやはり鉄カゴ、あ、バス、鉄カゴ、バスでございます。
場所によりますね。あ、場所によります。行く場所。なるほど。例えばじゃあ青森であった場合は、はい、青森は何で移動してたかな。青森って飛行機っすね。飛行機。皆様飛行機で、うん、あ、じゃあ1時間ぐらいでの移動になるわけですな、うん、あ、じゃあ移動時間はさほど長くはならないってことです。そうですね、僕はあんま飛行機は好きじゃなかったんですけど苦手なんですね。苦手でもないですけど。あ、苦手ではないけど好きではないと、はいはい、さようでございますか。でもそういったほらやっぱり空を移動するというところでも体力面少し使ったりもしますけど。あ、まあまあ、やっぱ気圧が変わるんでね。ねえ、はい、気圧が変わるやつをね。さすがに、はい、影響出ない。さすがに、さすがに。そこ影響変わらない。影響大です。影響出るみたいですね。あ、出るんですね。実際も選手の方はもう移動してすぐにもう試合になるんですか。あ、ね、だいたいあれですね、前日に移動するので。あ、もう前日。あ、1日ほどは調整の時間がある。はいはい、あ、さようでございますか。海外なんかもございます、はい、遠征経験なんかも、はい、で海外だとそうはいかないじゃないですか。さすがに前日移動とはいえ数時間移動かかるわけですし、はい、その点はどうです。試合に、あ、疲れて試合にちょっと影響出ちゃったななんてことはございませんか。あります。影響はないですかね。3日前とかに入りますよね。あ、まあそうなんですよ。やはり海外になるともっと長く前から、はい、前日ではないですさすがにやはりもうサッカー選手となるとやはりその辺の調整一番大事でございますからね。まあそうですよね。うん、皆様もね、あの、もしこういうことであっても質問ございますればぜひぜひあのお寄せくださりませ、うん、そういった質問でも、ね、お二人答えてくださいますので。まあ、戦国武将は現世ではちなみに移動してすぐ演武です。移動すぐ、すぐ演武です。それは影響出ますね。出ますね。あの、馬で移動するんです。さすがに飛行機使ったりします。今はね、今は、当時は馬ですな。どこに行くにも、どこに行くにも馬です。そのどれくらいかかるんですか。言ったらまあ今ホワイチから東京、江戸、江戸までは軽く2日はかかりましょうな。どこで寝るんですか。もう宿、もうね、宿場町があったりとかもしますし、まあ、普通に野営をしたりとかもございますし。野営、うん、やはりその参勤交代なんて江戸時代ございますでしょ。聞いたことあります。あ、よかったよかった、食いついてくれた、はい、そう、参勤交代なんかというのは、はい、その各所の大名たちがその力をつけないためのものであったとも言われておりまして、やはり長距離の移動というのは資金面もかなりかかりますし、そういった面でこう大名から資金を削ることによってあまりこの謀反を起こさせないであったり、そういった狙いもあったとも言われております。それだけ当時の移動は大変でございました。ですよね、車ないし自転車ないし。そうです、わしらみたいなもう、ね、大名になれば馬ですけども、他の者たちは歩きですから。歩兵は歩きですので、もっと大変です。兵糧持って、そういう輸送部隊もおりますからね。兵糧持ち歩かんと飯食えんですから。ですよね。そういう兵糧には何が入ってる、米ですか。米でございますな。米だったらやはり三河は味噌。味噌。八丁味噌はもう、ね、長く600年近く前から作られております。それをあの木の茎に染み込ませて、はい、それを帯にするんです。何のために。戦の際にはそれを水に溶かして味噌汁にするんですよ。そう、いや、要はそんな昔から味噌汁が。そうです、戦時中の戦飯でございますな。そっから味噌汁になってるの。うまいもんじゃないですけど。そう、あの、だからあの芋のツタであったりとか茎、そういったものを帯に使ってそれを飯にするなんてことも当時はございましたね。なんかスパイとかいたんですか。おります、おります。やっぱりやはり、ね、どこにおるか分からない。潜入してるんですか。潜入しておりますな。患者と申しまして、自分たちのチームと見せかけて。そうです。で、あの情報を逐一こう相手側にも漏らす。すごいですよね。すごいね、戦国の話になると。すごい、ね、確かに生き生きしてらっしゃる、うん、キングダム今週休みだったんで知らんがな。キングダムわしらの時代でもっと前ですね、同じ戦国。違うんだ。全然違います。違う。今週救済だったんです。ね、あの戦国時代は紀元前でございますから。紀元前ってことは西暦0年以下ですよね。前です。0年より前です。西暦っていうのもわしらの数え方じゃないもんですから。ね、あれはあのほら、キリスト様っていう方が生まれてる後と前じゃないですか。わしらそんなこと知りませんのか。紀元前、紀元後っていう概念がないです。わしらの時代は。
ですよね。です。なんでそこだけ決めたんですか。なんで決めたんですか今。どうする ES やってますしね今は。ああそうですそうです、はい、もう非常に岡崎市は今年はもう大河ドラマでも非常に盛り上がっておりまして、でもなんか浜松でもなんかね家康ブーム、ええ、やはりこのこれどういうことなんですか。徳川家康公というのは生まれはもう間違いなくこの岡崎なんです。絶対絶対に。ただその後、19歳の頃、29歳ですかな、ね、の時に浜松で移動されて駿府城、これはまだ浜松です、ね、浜松城です、ね、浜松城そうなんです、その後、一度江戸に行かれてから駿府に入られたという。岡崎で生まれたぐらいですか。何歳ぐらいまでいたんですか。人質へ行く前までで、なので5歳頃までは。5歳人質5歳、5歳で人質。そう、人質ってわしらの時代の人質ってちょっと変わっておって、今みたいな身代金とかじゃないんですよ。あの裏切りませんの担保みたいなもんでございますので。ああ、そういうことですね。そうなんです。ゆえにちょっと若干立ち位置は違うんですけれども、さあ、後半がそろそろ始まりそうですが、ここで、あ、ラインメール青森側交代がありそうですね。4番の隅永翔が入りそうです。誰と交代になるんでしょうね。誰かな。14という数字がちらっと見えましたね。第4の審判に見えますので、うん、引き間体制に代わっての、4番隅永投入でございますかな。さあ、そして、FC マリアス岡崎の選手も入ってまいりました。交代はなさそう、なさそうですか、ね、いないんじゃないですかね。ここまで見る限りでは、はい、入ってくる選手交代はなさそうです、はい、ので、交代は、ラインメール青森に1人、隅永翔が入りました。14番引き間に変わりまして、4番隅永翔、布陣自体は変わらないですかね。どうですかね。そうですね、多分隅永自身がそのまま中盤に入るのか、隅永ミッドフィルダーの選手に、ね、登録されてますね。となるとそのまま、中盤の位置で入りそうですかね。さあ、まもなく、後半キックオフとなります。第25回日本フットボールリーグ第19節 FC マリアス岡崎対ラインメール青森、まもなく後半のキックオフ、画面上向かって左手から、右に攻めるのがラインメール青森、右から左で攻めるのが、FC マリアス岡崎です。さあ、また日が陰ってまいりまして、はい、気温も若干落ち着いてまいりましたかな。戦いやすい気候になってきたとも言えるかと思います、うん、さあ、キックオフ後半始まってまいりました。さあ、後半から見始めた方もいらっしゃるかもしれませんので、改めてわしらの自己紹介させていただきましょうかな。こたびの試合、実況は岡崎市の武将隊グレート家康公青い武将隊の井伊直政が、お伝えいたします。そして、解説には、船谷圭介殿、そして、平井正樹殿のお二人にお越しいただいております。はい、後半も改めてよろしくお願いいたします。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしく言うとるやん。やはり、ライメル青森は14番の引き間体制に代わって4番隅永翔選手が入りました。はい、ポジションはどこですか。ボランチかな。そのまま中盤に入っておるようですね。さあ、裏へ、まあ、後半もしっかり裏を長いボールを狙ってくる攻撃を仕掛けてまいります、うん、ライメル青森、いやらしいボールでしたね。止まるっていう、あれはなかなか対処しづらいでしょうな、うん。さあ、佐久間から岸田へ、さあ、もう一度佐久間、ここは倒されてファールとなりました。ここから見てると分かりますけど、はい、上手でしたね。そうです ね、 ね、逆取ってましたね。逆取ってました。はい、こちらでも途中からビニシウスとクルーニー選手出てきますよ。可能性はございますな。
この、外国人の選手お二人、うん、7月に、加入した選手でございますので、まだ全くの未知数というところでございますが、広島ユナイテッド、広島ユナイテッド、ビニシウス選手は広島ユナイテッド FC から、でクルーニー選手は、コスタリカの、クラブからのサンタアナ市感じなんださあここも船山が蹴ってまいります。いいボール上がってくると思うんで、集中の1本目、うん、ここ後半そうですね、1本目のフリーキック蹴るのは船山、ヘディングで合わせてくるか、あるいは鋭い弾道でくるのか。さあ上げてきました、うん、近いサイドへ。さあここ隅永ボールを拾います。いまだ前線高い位置に選手が集まっております。打ってきた、はい、さあ隅永今シュート打ってきましたね、まあ、あの位置から後半から入ってきてアピールですね、うん、しっかり存在感を示していく、はい、いいんじゃないですか。遠くからも打ってくるぞというそういう、はい、アピールというわけでございますな。さあ競っていく水谷と、ここは相手ボールになります。さあ木戸から山口、さあ奪いました西村、水谷が左、右サイドへ、裏を狙う原幸太郎へのボールは、うん、あー繋がりません。これですね。さあいたよカウンター、ここはしっかり弾くが船山が詰めておりますと、ここでファールがありました、FC マリノス岡崎ボールになります、はい。今みたいにポロッとこぼれてきたといいますか、入ってきたボールしっかり一番後ろのディフェンダーで対処したいところでございますね。あそこで軌道に奪われるとなかなか苦しくもなりそうです。そうですね。さあフリーキック蹴るのは角井、短くつないでいきます。裏を狙う武田、しっかり抑えました。ここから一度下げて水谷から中央を回していきます。裏を狙っている水谷、さあ細かくつなぐ林、裏へ武田、さあ打ってきた、シュート決まった、入ってない、コーナーです、コーナーです、あ失礼しました、コーナーです、決まってなかったです。いや全然決まってない、惜しかったですね。全然決まってなかった。いやでももうびっくりした、見てる人たちも入ったと思う、私も行ってから、うん、決まったって言ってから決まってないじゃないですかっていうもうあの熱上がって一気に冷めましたよああ決まったかと思った、いい攻撃でしたね。コーナーキックでした、失礼いたしました。さあ林が蹴ります、コーナーキック、今度こそちゃんと決まったが言いたい。さあ林から中動きますと、ここは、ディフェンダーに当たりましたかな、コーナーキックでございます、はい、ディフェンダー弾きましてコーナーキック今の決まっためちゃめちゃ恥ずかしいですね。でも会場のなんかね、盛り上がり的にもみんな入ったと思いましたね、決まったと思いましたよね、うん、でも多分わしの近くにいる観客の方はあの人決まったって言ったってでもまあ打っていく、思いましたよね、思いましたよね、はい、よかったです。むしろその決まったの声でみんな、あ、わしのせいかもしれないひょっとしたらわしのせいかもしれないさあ決まっておりません、まだ0対0でございます、はいはい、0対0です。いや熱が入ってしまいました、失礼いたしました。でもいい入りできてるんじゃないですか。もうねかなりちゃんとゴール前まで運んで、はい、で切り込んでという、ちょっといいさんは入り悪いですけどね、マジよね、後半の入り悪かったですね、はい、非常に調子悪いです、いい声は出ましたけどねあの次ちゃんと言うための練習だと思った今のは聞き流してくださりませさあ左サイド上がっていきます、水谷競っていく、おっとここ倒された、ここはファールとなります。いい場所、うん、いい位置でのフリーキック、岸田選手、岸田選手と、岸田選手ですね、岸田選手もう33歳か、兄弟ですよね、双子ですね、あ双子なんだ、はい、そのもう一人というのは山口のいた人ですか、フォワードの、え、もう片方がフォワードの、あそういうこと、ね、うん、双子の選手、ね、双子で J リーガーだったんですよ、へえ、はい、弟、お兄さん、どっちかな
どちらかわからん。双子じゃとちょっとわからんくなりますもんね。うん、今はその方も今はもうやってないんじゃないかな。もう引退された。さあフリーキック、林か小栗かどちらが蹴るか。林が蹴ります。低いボール、うん、ここは弾いてとその前にファールがありました。ラインメール青森ボールになります。さあ後半立ち上がりから丸安のボール非常に多いですね、はい、しっかり回しながらも決定機も作りつつ、はい、ラインメール青森はここからどのように攻撃組み立てていくのか。さあ佐久間へのボール、長いボール出ましたが届かずかな、届かず届、ね、コーナーキック、これは、ディフェンダーが触りましてコーナーキックとなります。届いとったですな、はい、いいプレーですね。さあ蹴るのは船山、ちょっとあっちの塀の芝生止まりがちですね、ボール。なるほど、2本目ね、ちょっと深いんですかね、芝生はボールがあまり走らないというか、うん、さあ船山ここは短く山口へつなぐか、あるいはもう中へ上げてくるのか。さあコーナーキック、ここをしのぎたい、しのぎたいですね。さあ中野選手動き始めました。さあ高いボール、ここ合わせて、ここは抜けていきました。原から、さあ FC マリアスボール、攻撃仕掛けていきたい、大きく上げてくる、水谷が待っている、触れるか、ここは奪いました、奪えないか。ここは、弾かれました。アグレッシブキーパーすごいですね。いやあそこまで出てきてしっかり競り合いに行くっていうのは、あやっぱ足元に自信あるんでしょうね。うん、なるほど、いや、いいボールでチャンスでございましたが、さあ、はい、裏へ原幸太郎、さあ西村、細かくつないでいきます。西村から、さあ前へ抜けてくる、上げたいところだが、とここが倒されましたがファールありません。さあもう一度マリアスボール、内田一度下げます。さあ西村一番後ろ、角井まで下げました。一度立て直します。とここで奪われる船山、ここは怖い。さあ木戸が裏に抜けてくる、遅いと、ここはオフサイド、うん、あしっかりライン守っていきました。オフサイド、今の抜け出しも怖かったですな。はい、やっぱ取られる場所が悪いと危ない場面は出ますね。なるほど、もう自陣の方で取られてしまいましたので、はい、しかし、オフサイドに救われました、はい、ここはマリアスボールです。やはり船山であったりとか、あの28番の岩まであったりとかがパスの中心になっておるようにも感じますね。そうですね、やっぱ経験で痛いね。とここ倒れましたが止まりません。岩間、レフリーにそんな言うなってみんなね。まあこっちから、レフリーやる側からしたら、レフリーへの声が飛びますが、ここは止まりません。プレーは続いております。さあ隅田が左サイドへ少しずつとキーパーへ下げて。もう一度左サイドへ、うん、さあ攻めていきます。裏へのボールしっかりと奪いました西村。さあもう一度西村、水谷へ、さあ左サイド林からと、ここ足を引っ掛けたかな、ここは引っ掛けられました。マリアスボール、さあ始まっております。水谷、渡辺シュート、さあ縦のボール、西村から武田へ、さあいいボール上げれるか、右サイド岡部が打つと奪え、いや微妙、ここはファールとなりました、微妙、
奪えればもう体格的には絶対向こうが強いんですけどね確かに確かにうまいんですかねこけるのうまいんでしょう、ね、さあここで交代がありそうです、6番吉田雅也に変えまして、9番重田海、ライメル青森、重田海が入りますクルーニーじゃなかったまだ2人は使いませんね、さあ、左側の攻撃の拠点ともなっておりました吉田選手変わりまして、はい重田海選手が入りましたそっちのウイングバックに入るんですねそのまま同じポジション入りましたかな、うんうん、ここで左ね絶対スピードっすねあ、この重田選手速度があるさあ裏へ抜けてくるここ触られると危ないしっかり武田が対処強い、うん、体が強いさあ佐久間へもう一度後ろに下げます岸田さあ岩間からさあ山口左サイドへさあここで左サイドからもう一度中へ岩間からさあ重田が裏を狙っているここはしっかりと、サイドに出しましたこれは原幸太郎選手のクリア、スローインとなりますさあライメル青森2人変えてきました、はい、少しずつこの攻撃の起点となる選手を入れ替えようという作戦でございますかな対するマリアスはまだ選手の交代ございません、はい、さあ高い位置からラインメールも詰めてきますさあ右サイドへうんさあ裏へ飛び出そうとするが、岡部キープします西村もちろん渡辺左サイド内田ここは水谷短くつなぎますまたやはりラインメールはしっかり人数をかけて奪いに来るという守備で来ていますね、うん、さあここブロックに合いますが原が奪いました前を向くからさあ林左利きの選手さあしっかりボール運んでいきますとここはつながらず奪われましてとここは、クリアあるいは、パスミスでございますかな、マリアスボール、ね、少し足を痛めたようですな岸田選手つったんですかの釣ってるのか釣るにしてはちょっと早いそうですねひねったようにも見えますかのさあこの間に少しでも体力を回復してあれ連携の話し合いも進めていきたいところでございますがとここは大丈夫のようです、はい、大丈夫のようですさあ試合再開となります、マリアスの、スローインから再開となりますさあ後半ももうそろそろ20分に近づこうかというところでございますが、はい未だ0対0、はい、どうですかの選手からすればやはりちょっと苦しい時間帯にはなるんですかの苦しい時間帯そうですね後半まだ点もやはり動いておらんというところで言えば、はい、さあライメル青森人数かけて攻めてきます山口さあ右サイド佐久間あコントロール突破してくるかここはコーナーキックへ逃れました、うん、はいあそこ突破されると非常に危ないですからね、はい、しっかりとマリアスも選手が戻って対処いたしました武田選手ですね武田選手左サイドの武田選手、はい、しっかり戻りますねアシストも見たいですなさっきねあの、ええ、ゴール未遂のシーンあれ入ってればアシストだったんですけどねなるほどわしがもういいですかあの話はもういいですわしが叫んだ幻のゴールですねこれは多分、まあ、どっちにしろ一生残るのでこれはさあ高いボールここは触れず
マリアス立て直しに行きます。水谷上がっている、裏へは出ず、ここはスローインを選択。さあ日も陰ってだいぶ気候も下がって気候も下がってきて、はい、ね、非常に、まあ、体力面では余裕が持ちやすいといいますか、うん、気候に対する影響はないかと思いますが、しかしこのさあ左サイド水谷と、ここは奪われたくないと、うん、ここは触ってしまいましてラインメールボールになります。さあ隅永、右サイド佐久間へ、ここは落ち着いてボール回します。マリアスもしっかり人数かけます、はい、さあ右サイド、あ左サイド、しげちゃん早い、絶対さあしげたかい、先ほど入りましたしげた、こう突破を図りに来る。しかしマリアスもしっかり2人で、守りに行きます。体強いですな28番今ま。名前に岩って付いてるぐらいなんでね。なるほど、あんまり関係ないと思うけど医師に関係あるんですかね。じゃあ関係あるんですか、ね、前世は、前世はもしかしたら関係ある、医師に関係あるんですかね。どうでしょう、岩間って岩の間ですので、間そこに今日構えておったとか、そういうことか、岩の間に屋敷があったとか、ね、そういうゆかりもあるかもしれませんね。岩の間に家があったって、洞窟に住んでたってことか、とかですよね。もう苗字に興味持っとるじゃないですかもはやさあ後ろから奪った、うん、チャンス、林うまく奪いました。さあ突破を図る、水谷、林へさあここ倒された、いい場所でのフリーキックとなりました。ちなみに林選手めちゃくちゃ体強いですから、ね、あ強いですか、うまいってことですね。身長自体171センチですが、 あともう始めておりましたかな向こうも強い、あああの27番の選手、ね、佐久間も強いですね。さあここでまだちょっと足首と、ここはコーナーキックになりましたが、その前に、佐久間ですかね、リスタートちょっともったいなかったですね、うん、そうですね、落ち着いてセットしてもよかったですけど、打ってもいいのかと思いましたが、早いリスタートを選びましたの。さあ少し痛そうにしております、右足首ですかの、佐久間選手も先ほどからも右側、右サイドを走り回っておりましたし、はい、実際切り込むシーンなんかもありましたので、さあ大丈夫のようです、試合再開となります。痛そうですけどね、かなり足引きずってますけどね大丈夫のようです。さあ丸安コーナーキックからの再開となります、はい、このチャンス、そろそろものにしたいですな。さあ蹴るのは林、こちら側からのコーナーキックで左足となると、はい、もうそのゴールから離れる形で巻いてくる可能性が高いんですが、はい、それはどうですか、合わせやすいものなんですか。合わせやすいんじゃないですか、合わせる方は合わせやすい、うん、自分に向かってくるという意味で、はい、ヘディング強い選手は合わせやすいですよね。なるほど、弱い選手は合わせにくい。さあ蹴っていったと、ここはディフェンダー、しかしまだ触ります。さあここ奪いたいと、ここは重田へ、まだ先ほど投入されたばかりの重田海、はい、さあ広末蹴ります、大きく蹴り出す、ここをしっかり奪いました丸安。さあ武田へ、もう一度組み立て直したい、西村。さあ左サイド武田、駆け上がっているのは水谷、裏を狙う相手の股を抜いていきました、はい、さあここは丸安スローインとなります。高い位置、さあ渡辺さあ内田、渡辺とつないで縦のボール、さあ西村、林、触った、どうだ、打てるか、シュートで終わりたいが、
とここはシュートまではいけず、粘っこいね。いや最後の最後、それは失点12ですからね、しっかり最後まで封じに来ますな、うん、さあ林、ここら辺はね結構余裕で持てるっすけどね、はい、やっぱその、そっから先がいったとこですね。さあ武田切り込む、武田打ったの、送り、サミスさんに、ファール、とここはファール。いや今のチャンスでしたな、うん、いや夏木いい仕掛けだったんじゃないですか。小栗のシュートも鋭く入っておりましたが相手に阻まれてしまいました、はい、で、その後詰めた水谷と、隅永ですかな、接触があったようです。ここは、ライメールボールになります。さあここで飲水タイムでございます。お二方もどうぞ非常にこうハードな試合になっておりますので、いや1点勝負ですかね。もうこれはそうですな、1点取った方がもう決定だとなるぐらいの展開になっておると思います。さあここまでの、スタッツもう一度ご紹介いたしましょう、FC マリアス岡崎、シュートが5本、はい、ライメル青森は3本、うん、まだマリアスの方が多いというところで、まあ、数字だけで見れば押しておると言ってもいいのかもしれませんが、はいはい、でコーナーキックは、ここで追いつきまして両者5本ずつというところになっております、うん、まあ、マリアスこのまま攻め切れるかというところでございますさあ本日、マリアス岡崎龍北スタジアム入場者数は505名、本日505名の方にお越しいただきました、誠にありがとうございます。さあ後半も残りわずかと、あと半分でございますかな、はい、20分ほどとなってまいりました、選手も体力的にも厳しい時間帯とは思いますが、うん、もうここまでのこの攻撃の仕方をマリアスは続けていけばええと思いますか。と思います。このまま細かくつなぎつつ、うん、切り込んで、はい、でまあ選手交代でどっかポイントに、そうですね、お互いそうやね。すな、ここでマリアスベンチはどうか動きがあるか、また前目の選手だと思うんで、前線の選手を変えて、両チーム、まあ、両チームとも点取れそうな選手がベンチにいるので、やはり攻撃力をここで上げていくというところ、うん、坂本雅樹ですか。あ、13番意外とね、意外と点取れる男なんで意外なんですか、はい、意外です。意外じゃないんですか。いやでもやはり攻撃力はある選手だと思いますが、はい、でやはりこの9番の前田なんかも昨シーズンの、リーグ2位の得点力14得点、昨シーズンまでマリアスにおりましたあの酒井達磨選手と同得点といいますか。あ、そうなんですね。同じだけ取っておりましたので、ここも期待したいなと思うところでございます。ヘディングも右回しも左足もいけるタイプなんで、ゴリゴリどこからでも打てる、うん、これは誰が投入されても非常に攻撃に、味が出てきそうな。さあ裏を狙ったボールは角井が対象。さあ後半再開されました。残るは20分ほどというところでございます。どちらが先に点を取るのか、この時間になって西日が再び差してまいりました、うん、これまた体力面にも影響が出るか。さあ武田ボールキープ、裏へのボール誰もいない。さあ岸田、岩間、中央へ。さあ左サイド待っている、大きく蹴り込むかと、ここは、左サイド。さあ茂田切り込んでいきます。さあ右サイドへ、この時間になってのこういったサイドチェンジ苦しいですね、はい、さあ佐久間、岸田へ、少しパスの速度が上がってまいりました。裏へ抜けたのは山口、ここは奪いました。水谷、しっかり攻撃で転じたい。さあ西村から武田へ、うん、さあ中はいるか、林が待っている、うん、林へさあ右サイド、夏木入れ、早んか、原も待っているが、原へのボール打っていくか、ここは封じられる。
丸谷さんも遠くから打つというよりかはもうしっかりそうですね侵入していって、決定打を打てるところまで持ち込んでいくというのが特徴でございます。さあここでベンチ動きそうかな。そうだ、ね、準備をしておる選手がおりますので、うん、この後出てきましたら紹介いたしましょう。さあ水谷から裏へ、ここは佐久間が待っている。まだ追っていきます。さあここは岡部、さあ前を向きたい西村。さあ林、裏へのボール狙うか。さあ水谷、林ワンツー。さあ西村から、さあ中央多くの人数固まっておる状況でございます、はい、攻めづらいでしょうなこれはですね。さあ小栗、さあ岩間、ここを追っていく、追うのは原。さあ左サイドへ、来ましたね、ラインメールも。さあラインメール側も3人交代、3人ですな、これ3名交代がありそうです。絶対ビニシウス選手とクルニ選手入ってます。39番の数字が見えますのでビニシウス入ってきますね、うん、さあしっかり奪う、林とここ倒してしまう、ファール。さあここでこの前に入れてくるなよ、この前に入れてくるなよ、誰ってことやろ。さあ丸安交代があります。原幸太郎に代わりまして、さあ27番ウダウターラ入ってまいりました。前節高知ユナイテッド FC 戦で1得点を決めている選手でございますので、はい、早速ここでやはり得点を取ってほしいという、はい、井端監督のメッセージでございましょうね。そうだと思います。しかしここはしのぐところ。さあアンダウターラ FC 大阪から期限付きで移籍をしてきております。さあしかしここは、マリアス守る時間帯でござる。今交代されたら嫌ですねこれ。3人出てきてるな、入ってきますな。これはラインメール青森しないよね、時間かかりすぎやもんね。まずはフリーキックありそうですな。しなそう。蹴るのは船山でございます。やはり。よかったよかった。クルーニー選手来たのねこれ。今ありますからね。数字見る限りではクルーニー選手も控えておりますなあそこに。さあその前にマリアスしっかりここはしのぐ。我慢の時間帯でございます。蹴るのは船山。直接ないか。これは中の味方に合わせに行きそうな。さあ打っていった、ね、直接打ってきました。ここはポストに当たってゴールキック、うん、こういう選手なんですよね。いやフェイントって言われたやつですかな。さあここでライメル青森交代がございます。8番山口和樹、そして10番の船山隆之、交代で、あと33番の木戸光輝、前線の3枚変えてきました。前線3枚とも交代でございます。投入されるが11番小畑純平、そして、注目しておりました、外国人お二人でございます、ヴィニシウス、そしてクルーニー、ここで投入でございます。この3名がどのように入るかというのはいかがでございましょうかな。このままクルーニー選手が最前線一番前なんじゃないですかね、トップに入りそうですかの、はい、さすがに足は速くないですよね。速くないでしょう。だとええんですけども、そこまで来てしまうともういよいよ見せる感じでも左利きなんで、ね、うん、なるほど、左利きの選手怖いですな。こっちもね、でも入ってるんで、こちらもウンダウタワラ選手入りました、はい、さあやはり体は強い。小畑選手が右、そして左側にヴィニシウス選手というところでございますね、うん、この3枚が、ラインメール青森入ってきました。さあラインメール青森はこれで交代枠を使い切ったということで、5人変わりましたね、ございますね、全員使い切りました。対する、マリアスはまだ1人しか変えておりません、はい、でウダウターラ選手を、最前線に持ってきたというところ で、林選手を1枚下げた形になりますかな。
まあ多分クロスが増えてくるんでね。まあ、なるほど、はい、それをもうダウターラ選手に合わせてほしいと。逆ですね。逆だ、もう向こう側、ラインメール側です失礼いたしました。確かに49番クルーニー選手193センチ非常に高い選手でございます。ゆえにそういった、高いボールなどセンタリング、クロスなんかは注意は必要でございます。で見た感じ多分ビニシウス選手めっちゃ速そうです、うん、ビニシウス選手もブラジルの選手でございますからの足が速い可能性も十分にございます。さあ林内田へ、さあ裏を狙う、ここは武田へのボール、ナイス、ウナウタワラへ、さあ足元西村から水谷、逆サイドも見えているか、ここは武田、お前、さあ西村切り込んでいく、うまい、さあここで水谷と、ここはサイドへのボール誰にもつながらず、もう一人平行に狙っておったという感じですかの水谷選手は。しかしここは決まりませんでした。さあ裏へ、オフサイド、オフサイド、ここはオフサイド取られました、うん、水谷選手。しかしこの時間でもしっかり裏への長いボールを狙って、はい、やっぱ裏への動きっていうのはね、はい、常に狙っていかないといけないところなんで、苦しい時間帯、おそらく守る側も大変だと思いますが、うん、 そうですね、そこをしっかりついていくというの、これヘディング見ものっすね。ここでのヘディングの競り合い競り勝つのはなかなかしなかと、ね、勝てないよね、思いますけども、まあ、一発目はね。さあ広瀬、さすがにね、ここはクルーニーへのボール、おっとここは競り勝ちました、うまい、その前がうまかったですね、しっかりポジショニングを取ってました、体の当て方が、はい、とここ打ってくる、ビニシウス胸トラップから直接打ってきました。技術高そうですな、あのビニシウス選手も、なんかいいシュート飛んでいきそうでしたね、飛んでいきそうでしたね、はい、からディフェンダーの体に当たりましたが、はい、非常にいい弾道のように見えました。さあ立て直します、ラインメール青森、岩間からとこへビニシウス、足元しっかり奪いました、うん、さあ角井がクリア、うん、やはり警戒が必要な選手にはもう枚数をどんどんかけていくというのがもう守り方としてはセオリーでございますかの、まあそうですね、しかも夏に加入したってことはあまり情報がないはずなんで、なるほど、はい、やりながら探っていくしかないですよね。7月に、広島ユナイテッド FC から移籍をしてきましたビニシウス、ブラジルの選手でございますそして今ボールを触りましたのが、コスタリカから、はい、移籍をしてまいりましたクルーニー選手。さあウンダウタワラ触る、さあここで丸安側もベンチに動きがありそうです、はい、坂本ちゃん来ましたね、坂本選手、13番坂本が投入されそうです、はい、交代は林雄志かな、20という数字が見えますので渡辺修斗選手に変わる可能性もございますな、やばいやばい、さあここで短いボール当ててくるが、ここは決まらず、危ない、しかし見事な連携でゴール前迫ってまいりました、ラインメール青森、リプレイ出るんですか、出ないです、申し訳ございません、アーカイブを巻き戻してください、うん、あそうだ、 YouTube の人アーカイブ巻き戻してくださいませ。さあここで交代がございます、はい、20番、渡辺修斗選手に代わり13番坂本正樹選手入りました。背番号13坂本正樹選手が入ります。正樹久しぶりじゃないですか、試合怪我してましたから ね、 ね、あ坂本選手怪我されておりますか、はい、久しぶりの復帰戦ということでございますかの。さあコーナーキック蹴るのはビニシウス、こういうキックにも定評があるんですかの、ビニシウス選手が蹴るんですね、切りますね、さあ右利きボール巻いてくるでしょう、合わせてくるのはクルーニーか、助走短いね、さあ高いボール大きくファーサイド、
ここはまだしげたが追っております。しげちゃん早いんでね。早いですね。あっと切り込んでくる。うまい技術が、うん、おしっとここ倒されたが止まりません。まだライメールボールを持っております。しげた足技が見事でございますな、うん、しげた選手早いぞ。まさきさあここ坂本が対応、体を当てていく。クルーに打ってきた。ここは体で防ぎます。こうウィニシウス打っていく、うん、こう強烈なシュートしっかり止めました角井。いや見事な弾道でございましたが強烈でございますね、はい、あやはりああいうのを打てる選手であるというのが見て取れましたが、しかししっかりと角井が対処しましたね、はい、外に出るまで弾いたので、ね、この時間帯、ね、特にさあもう残るところ、10分は切っておると思います。アディショナルタイムを含めましても、まあ、10分そこそこがというところでございますので、この時間帯しっかり耐えたいし、ここで点を取れれば大きい。さあクルーに裏へと小畑、うん、折り返してくるが、これはまだ奪いきれていない。マリアス佐久間から意外と上げてこないですよ。ワンツー来ましたが、ここはしっかり体当てます。ゴールキック。さあしかしここはライメール青森の時間帯になっておりますね。内田が少し体当てられましたが問題なさそうですな。さあ試合時間も残りわずかとなってまいりましたが、どうでしょう今のところ。わしの目からはラインメールが少し優勢に見えてしまうんですが、ちょっと今の時間帯は苦しい時間ですよね。押し込まれてるっすね。さあしかしここでもう一度前線へしっかりつないで、はい、細かいパスで攻撃を仕掛けたい FC マリアス岡崎。前線にはウンダウンタワラも控えております。さあ水谷前へ運ぶ。さあ武田西村とつないで、もう一度武田。さあ囲まれる、うん、さあ小畑前を向きます。クルーニーへ裏へのボールと、ここはしっかり角井が触りました。隅永が飛び出しておりましたが、ここはしっかり角井がキャッチ。さあ後半40分が経過をいたしました。残るは5分とアディショナルタイムというところでございます。はい、今も苦しい時間帯ですね。苦しいでしょうな、はい、ここまでまだ0対0、はい、点が動いておりません。しかし互いにこの決定機といいますか、はい、チャンスも作って、うん、もう守る側も攻める側も苦しいと思います。しっとここで切り返して内田後ろへ、49番のクルーにもしっかり体を動かしてもう取りに来ますな、はい、さあ西村から水谷武田へ、さあウンダウタワラも裏へ飛び出せる準備をしている。一度下げまして角井、やはり何よりここではボールを奪われないというところも優先しないといけないですよね、はい、さあ林が一番後ろまで下がってボールを回しております。さあ前へ運んでいく、裏へのボール、ウンダウタワラ触れないか。ここは頭の上を抜けていきました。ここもクリア、まあ、ラインメール側もあの後ろの方ではもうつなぐというよりかはしっかりもう書き出していくというのも、そうですね、リスクを回避してますよね。さあ左サイド武田、さあ前を向く小栗、打っていくか、シュート、もう惜しいな。ここは少し外れていきました。しかしあの距離から打つというのも大事でございますよね、はい、うん、エリアよりも外ではございましたがしっかり遠くから打っていきます。来た来た来た、蹴れるね。やはりここはクルーに大きい、193センチの選手、いいです、ね、さあボール奪いました。前を向く、前向け、出せ出せ出せ、さあ坂本タラちゃん
田原ちゃん。そう、パスを出しあぐねておりました。さあ右サイドから細かくつなぎます。ラインメールも少しずつ距離を詰めてくる。中央へ徳武、さあ林、これ林自体のポジションをだいぶ下げた形になるんですか、ね、ボランチに入ってますかね今。そうですな、はい、一つ下がった形になってますね、はい、その分坂本が前に入ったということですね、はい。さあここも広瀬が抑えます。裏へのボールに対してしっかりキーパーが反応してきますので、はい、これまた攻めるのに、ね、キーパーやっぱ外して出したいですよ ね、 ねえ、ここをどう触れない位置に出すかというのが大事ですよね。そう、難しいんですよね。難しいでしょうな、ここは、はい、支えてくるビニシウス、クルニエ、意外と足元タイプなんですか。足元よう、ね、触りますね、はい。あのくさびというんですか、そこになっておるような気もいたしますが、さあヒルでつなぐ、ウィニシウスとここは倒されて、丸安ボールです。さあここで交代がございます。ここで3番の武田、そして25番の村瀬が交代になります。そしてここで前田博樹入ってきますね、はい。夏木良かったですね、今日アシスト未遂が2本。背番号9、前田博樹選手が入りました。さあここで前田博樹選手入ってまいりました。今シーズンベルスパ大分から移籍してきた選手でございます。ツートップ、結構強力じゃないですか、これは強力、このツートップ。さあここで最後攻撃力をしっかり高めて、左サイドに村瀬左サイド村瀬が入っておりますね。さあ残る時間わずか、身長あるんでこれ、さあ振らせ競り勝った。キーパー確かに積極的しっかり高いですね。でもちゃんと広瀬が詰めてくるという、うん、さあ25番村瀬から坂本、もう一度村瀬、さあ裏へ水谷触れるか、触った。さあ村瀬ボールを奪うと、ここは奪われるとここ引っ張ってしまいましたね、はい。ラインメール青森ボールとなります。さあ残すところもアディショナルタイム出ましたとなってきそうなぐらいの、もう本当にわずかになってまいりました、はい。しかし少しアディショナルタイム長そうにも感じるんですが、いかがでしょうね。4,5 分ほどあればまだチャンスがあるかと思いますが、欲しいです ね、 ね、うん。さあ弾いて、いいですね、裏裏裏、さあ裏へと、ここはと坂本奪った、マネ、もう一個もう一個マネ、もう一度打っていく、とここは入らずか、まだまだ村瀬、まだ攻める、入ってなかった、これはポストに阻まれましたな、回転。さあ水谷にナタル合わせると、ここは弾かれた。さあアディショナルタイム6分、アディショナルタイム6分です。はい、長いですね、長めにございます。ここでしっかり試合を決めたい。しかしいいチャンスが生まれました。さあ村瀬、さあダウタラ、ここは触れず弾かれるが、まだマリアス触れそうです。さあ内田、あいいですよ、まだ続いております。村瀬裏へのボール、ダウタラ、村瀬は積極的にウンダウタワラに合わせに行きますが、はい、なかなかラインメールの守備が厳しいですな。飛ぶんかさあ前田から水谷、坂本、さあ前田のボールはつながらず、クルーニー、ここまで下がっておりました。クルーニー、うわー、狙える、どうだ、無理か、いやと突破される、おっと、ここは倒してしまった。カード出ます、これはイエローカードですね、まあで、しかしながらあそこで止めなければというのは、うん、流れ止めるって考えればよかったんじゃないですかね。わざったでしょうね、うん。クルーニー選手意外と足元系ですね。クルーニー選手そうですな、あんまりヘディングでバーン行かない、
ただどこでその高さが生きてくるかも分かりませんが、ただ足元も非常に強いと言いますか、足元でものプレーが非常に多い選手でございます、ね。はい、器用なタイプですね。さあアディショナルタイム6分とはいえ、さほど時間は残っておりません。さあフリーキックふわっと上げてくる、ここは角井が抑えます。その前にファールがございました、マリアスボール。さあ時間はわずか、蹴ったチャンス。井端監督もどんどん上がれ上がれとそのようなジェスチャーを出しております。高いね。おっとここは村瀬が取る、ダウターラ走る、これいけるんじゃない。チャンス、1対1仕掛けろ。さあここで勝負したい、縦行ってあげる、ダウターラ上げるか、上げていく、合わせられるかと小栗が詰めると、ここは、ラインメールのスローインでございます。いや本に一進一退、ここはもう攻めて攻められての繰り返しでございますな。はい、これは勝ちたいですね。勝ちたいですな。ここまで攻めておるのであれば、うん、何としても1点もぎ取って勝ち点3を手にしたいところでございますが、さあ、ナタラ足元と抜けてきた前田、いいディフェンスやな。そう、まだ続きます。さあ大きくクリア、クロス、村瀬合わせる、ここは体が当たって、どっちもどっちやけど、あ、これはでもラインメールボールになるんですな。そうみたいですね。激しい接触がございました。村瀬選手ともう一人が岸田かな、岸田選手ですな、はい、5番の岸田選手、接触ございましたが、ここは、ラインメール青森ボールという判定となりました。いやー、ここまで無得点、両者無得点、はい、攻撃の機会は多くあるんですが互いに譲らない守りと。いや本当にいい勝負って感じですかね。もう最後の最後が決まりきらないというところはもう守備の強さでございますね。さあ再開となります。広末から飛ぶね。いやいいキック持ってますな。さあ裏へのボール、水谷、ここは弾かれる、林が詰めます、振り返った、運びます、重田が運ぶ、彼はもう突破力ございますな。さあ一度下げて角井、しっかり安全に。さあ前田、ここもまだラインメール青森が持ちます。左サイド、さあ中へのボール、合わせてクルーに合わせるか、お、うん、もう一度右へ。さあ佐久間、隅永がボールをキープ、さあここは弾きます。さあしかしまだラインメールが触ります。イバマ、ビニシウスとクリアのボールはまだラインメールボールでございます。さあ苦しい時間帯、マリアスしっかり守りたい、はい、意外と飽きないな。岸田へと、ここで奪いたい、村瀬が寄せるが奪いきれず、岸田クロス上げないんです ねえクルーニーにもっと集めてくるかと思いきや、さあボールが出ました、マリアスボールでございます。さあ残る時間は少ない、何分だと、ここでしっかり攻め切りたい、一回一回の攻撃最後までやりきりたいところでございます。さあスローインから、さあここセル、ダウターラへ、ここは出ましたマリアスボール、まだマリアス攻撃続きます。ダウターラ抑えて、ここはクリア、ちょっとやばいと、ビニシウスへ渡る、クルーニーもいる、突破してくるかと、ここを抑えた、しっかり抑えました、見事と、ここで試合終了。
第25回、日本フットボールリーグ第19節 FC マリアス岡崎対ラインメール青森、0対0、引き分けにて互いに勝ち点1を分け合う結果となりました。いやしかし両者しっかり攻めて、はい、ね、決定機も作り、うん、かつ守りも固い、はい、いかがでございましたか、こたびの試合は。いや面白い試合でしたね。でも見応えは入らなかったですけど、うん、はい、見応えのある試合だったと思います、はい、平井殿いかがでございました。いやどっちも悔しいですね、うん、両方本当に。いやもう本当チャンスはあったんで、これだけやりきれておったといえばやりきれておった内容ではあったので、うん、決めきれなかった悔しさは残りそうですな、うん。さあ、まあ、これで、順位の面に目を移しますと、はい、まあ、互いに、勝ち点1を得まして、ラインメール青森が、勝ち点28、そして FC マリアス岡崎が勝ち点25と、そして得失点差変わらずというところで、うん、はい、まあ、他の試合の結果次第とはなりますが順位自体はここから変わらない可能性もございますと、はい、いうわけで、さあ FC マリアス岡崎のサポーターからはラインメール青森に対する、はい、声援も送られております。青森から来ていただいたんで、ね、もう遠方は津軽の国よりお越しいただきましたラインメール青森でございますので、互いに讃え合います。さあこたび引き分けと相なりましたが、どうでしょうね、その後半の選手の投入のタイミングであったりとか、そういった戦術面を見たときにどのような評価でございますかな、お二人は。やっぱ青森の方が動くの早かったですよね、あ交代の、うんうん、後半もう初っ端からもう隅田が投入いたして、はい、途中からもう上、ま、前の3枚を総替えするという、はい、まあ、それがアウェーっていうのが関係しているのか、なるほどっていうのもありますよね。いやしかしその強力な攻撃陣に屈することなくしっかりと守りきったマリアスというところも評価できると思います、はい、さあマリアスの選手に対しサポーターからは大きな拍手が送られております。さあその戦術面であったり攻撃面に焦点を当てますと、平井殿いかがに見られましたか。後半どうすかね、なかなか田原選手と前田選手入れてからあんまりこう狙った通りの攻撃はあんまできてなかったっていうか、やっぱり結構 蹴ることが多くなって、まあ、フォワードと中盤の距離もちょっと空いちゃってたんで、なるほど、しっかりボール、まあ、その部分言えばやっぱり青森の方がうまく攻撃ができてたですね。攻撃そのもので言えばラインメールの方が上手であったと、はい、さあでは改めまして、本日の試合の、スタッツでございまするが、シュート数あ相変わらずでございまして、 FC マリアス岡崎が7本、はい、そしてラインメール青森が5本と、マリアスの方がまたシュート数は上回ったままということでございます。もう前半4本、後半3本としっかりとシュートで終えておるところでございましたので、これが決めきれなかったというのがやはり悔しい、また最後硬いかったですね、一番最後決定機まで至らなかったというのがやはり悔しいところではございますね。一本入ったかなっていうのはありましたけどね、はい、まあ、ね、これ結構まだ言うんですね、もうこれは 1-0 じゃないんですか。違いますね、わしの中でほんの数秒1対0になっただけですもうねこれは一生忘れないでしょうね、わしこの試合しかしながらまあでもそのぐらいいいものを見せていただいたというところで、わしもまあ、あんなことはありましたが満足しておりますさあ、本日、第25回日本フットボールリーグ第19節 FC マリアス岡崎対ラインメール青森0対0引き分けにて試合終了と相なりました。さあこたび実況は、この岡崎市の武将隊グレート家康公青い武将隊井伊直政でお送りいたしました。そして、解説には、船谷圭介殿、そして平井翔輝とのお二人にお越しいただきまして試合の模様をお送りいたしました。また次回どこかで、はい、またね、配信がござればぜひ皆様にお会いしとうございますということで、こたびはこれまででございまする。皆の衆さらばじゃさらばじゃ